まるよ。始まっちゃう。もう一回やろう、もう一回。とか言ってるから好きだか好きだからやってんのがあんねん。モノマネはさ、バカにしてないの。バカにしてないよ。してない。え、あ、聞いた我が輩の渾身の声真似、うん、やって。え、聞いた聞いたけど、クッキーえ、クッキーロクシのツナーねえ、我が輩がモノマネやってんのにさホラーゲームでビビってやってよ。だってこのどんどんが一番怖いんだもん。だからさ、何でビビってんのかわかんないんだよね。え、どんどんってされたら怖いやろ。いや、怖くないだろ、別に。怖いに決まってる。お母さんもするだろ、ロックは。え、もっと優しいじゃん、お母さんなんか。え、こよりって。こんだから。どんどんだから。嘘。そんな、殺気あるか。殺気しかないだろ、殺そうとしてる。しかもさ、今ね、防衛室の中でね。あ、そうですね。そう、二人でやってるから、こう防衛室叩かれてる気分になるんよ。そうだね、マジ意味わかんねえわ。わかるだろ、わかるや。ということで、今日はですね、めっちゃ後悔してるんですけど、このめちゃくちゃ怖いと噂のウィスインスケーリーね、ちょっと我が輩まで知らんかったんだけど、これ、なんか博士やりたいって言うから来ました。そのこれ選んだのは実はコヨなんですね。なんで選んだのかな。なんか、やっぱ挑戦的な姿勢嫌いじゃない、まあ、そういうとこある、そうそうそう、なんかやってみたくなっちゃう挑戦心。 M が M が M だからな、しょうがない、今日はもう言いなりです。博士ちゃんのそんな博士にお土産持ってきたよ。そうなんだよ。ちょっとありがとう。そうなんです。実はですね、ちょっとお、衛星丸これで喜ぶから、ね、あるあるだからさ、これ、あ何に喜んでんのか分かんない。何に怖がってんのかと何に喜んでんのか分かんないって。お互い分かんないから、シナジーいねえじゃん。一周回ってあるから、あるある、うん、補っていこうね。え、もうやんだ、帰る。もうあ、なんでやんでもシナジーなとか言われてから帰る。逆にあるって言ってからさ、やるまでの時間が短いのよ。なんとね、梅酒持ってきてくれたんだよ。嬉しい、ありがとう。これをね、ちょっと見た時に、博士だと思って。そう、なんかピンク色のパッケージでめっちゃ可愛い。可愛いでしょ。嬉しい。買ってきましたよ。ありがとう。お土産にね、本日は来たのでね。今日ね、飲みたいんだけど、多分こぼすから。そうね。そう、ギャーとか言ってこぼすからね。終わったら一緒に行こう。いいっすよ、全然。ちゃんと祝杯をあげられるようにね、ね、頑張っていきましょう。しっかり心置きなくやっていこうじゃん。はい。あ、そうそう、オフコラボなんです、皆さん。あ、そう、隣にいるよ。隣、なんそのお化けみたいに言い方するの。隣にいる。やめろやめろ。え、マジで驚かしたらボコすからね。でもさっきやった時殴られそうになったけど。さっきな。ちょっとゲーム開いてみた時に、なんかこのまださ、始まってもないこの画面でうわーって言ったら、ふわーじゃなくて、なんかこの今変な声してるけどさ、これみたいなさ、あ、そうそう、ちゃんとね、みたいな、慣れきって慣れきってね。そう、でもこれなんか卑猥な声に聞こえるよね。そう、なんかこうあげき声だと思えば、あげき声やばい、あげき声、あげき声ね。あれ、今日声は多分トーク力ないんで任せますよ。大丈夫だよ、脳みそ溶かしても平気。もう溶けてる、やばい、大丈夫大丈夫、大事な頭脳溶けるんでよろしくお願いします。なんかついてない、なんか血みたいなの。ねえねえ、なんでそういう言い方すんねえ。ごめん、ちょっと気になっちゃった。血だよ、気をつけて、血だよ、気をつけてみたいな言い方して。血だよ、やばいねえ。もう呼んだ人間違えたかもしれない。え、まあ入り行こうぜ、早くよろしくね。どういう設定なんだろうね、わかんない。部屋があります。部屋あるね。部屋があります。初見すぎて。そう、てかラプちゃんも初見だから、うん、まあでもその方が楽しいよね。まあそうだね。カルマとして知られている言葉があります。あなたが他の人にしたことを最終的に戻…おい、早いわ。あなたに戻す力。あ、読んでくれた。
さらに読んでよ。さらに一歩進んで悪の蓄積の物語を見ることができます。どういうことどういうことですか。それは物語は十分な邪悪なエネルギーが一点に集中しているとき、力は周りの全ての邪悪なエネルギーを取り巻く闇から来るということです。でもお高いんでしょ。別にあげるとかそんなこと言ってないですけど。何やって。これは闇が本当に支配的であり、近くの全ての人の良心を浪費する物語です。やめてもらえますか。あなたはそれを破壊することができますか。答えられない。すごい自問自答じゃん、ね、え大丈夫、隣にダークネスいるから。あ闇だから、ね、闇を支配するよ。大丈夫。え大丈夫。じゃあもう飲み込んでいけばいいってこと。カビだ。ダイソンになれ。闇のダイソンになれ。それ外じゃん。結構綺麗だねテクスチャー、ね、リアル。私たちが実際にこれを行っているとは信じられません。う海だ海だ。海の声が聞いたくて。いけるいけるいける。おい海の声いけるぞ。えこちょっとこっち行ってみる。うんいけるよ。あ、いけなかった。マーメイドなの。マーメイドマーメイド無理だったわ、うん、こっちゃ、ね、入水自殺して終わりにしようかやばい配信3分で。え待って我が輩たちどんだけ喋ってんの。え喋りすぎじゃん。本編始まるまでめちゃめちゃ喋ってた。まあまあまだ7分7分ね。怖い。大丈夫。何も言ってない。 Go go let's go 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 let's go 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 let's go。 あ呼んだ人会ってたかもしれない。シフト実行する場合はシフトキーを押したままにします。なんかあったの。走るんだ。あ走るの。走るとでもさ走れ。違う曲だった。何それ。え走れ走れ俺たち。夏知ってる。知ってますよ。知ってた。さすがのね我が輩も地球にわかの我が輩も知ってますよ。ね長いしね生きてる時間。そうです。えなんか岩あって草。岩あって岩だろう。これ林なのか森なのか気になりますね。森じゃない。あ森な。あえなんかバンパイア住んでそう。バンパイア。バンパイアなら怖くないな。いないもんね。大丈夫大丈夫。存在てかバンパイアないるもんね。なんか最近バンパイアのエモい BL 読んだから我が輩楽勝だから。BL BL 行くぜ。これは非常に古いロックで。あなんか探さないといけないんじゃないの。あそうなんだ。え何もなかったの。ね、あなんかある。なんかありますね。ボートから複雑に見えるなんちゃらこうちゃら。ね、全然読んでなかった我が輩。うん分かんなかった。これどうやって行くのこれ。分からない。おなんか道外れた道があるよ。どこ？え、そっちじゃないの？これ？こっちね、行けないもん。行けないの？走る、走る。え、岩とか登ればよくね？なんかね、シフトがジャンプかと思ったけど、ジャンプもせえへんね。どういうこっちゃ？これ飽きまへんね。字幕が見えない。確かに、小鳥たちちょっと邪魔かも。ちょっと字が強い、字が強い。邪魔だったわ。あ、離れちゃった。あ、離せ！離せ！全員消えた。ちょっとお待ちください。もう消されたこの世に。よいしょ。これでいい？いいでしょう。これでいい？いいでしょう。おいしそう。許される許されるきっと。帰ってきます。帰ったん。これで読めるかな。多分読めんじゃね。ちょっと我が輩にかかるぐらいじゃないこれ。確かにみんな想像でよろしくお願いします。我が輩たちが読んであげるから。ね。ラクちゃんがいい声で読んでくれる。多分どこに水出たか分かんなくなっちゃった。ちょっと水飲むわ。飲んで。飲んで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 。ふんふんふん。あ、ここ行ける。あれ行けません。おいおいおい、出だしから積んでんじゃねえかよ。怖いよ。ここ、あ、ここ開いてんじゃん。開いてんじゃん。明らかに人が通…通るの。ちょっと、ギリギリ体型な方かもしれないね、主人公は。ちょっと太ってるの可能性がある。ギリギリ体型だね。でも、ふくよかなことはいいことだよ。だってさ、うん、あれだよ、あの極地に立たされた時さ、一人だけ栄養があるからね。確かに。蓄積された。一番生き残りそうだよね。うん、そうだよ。いいじゃん。そこを吸収してくれ。ラッキー体型、ラッキー体型。でも、いけないんだ。そう、ここは、多分、うえ待て、なんか、なんか落としない？チリ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 だね。まあ、林だから虫とかじゃないですか。あ、ほんと？大丈夫、幽霊なんていないよ。いないよね。そういないわけないよ。あれ？ちょっと待って、どこ？てか、しょっぱな出てきたら面白くないじゃん。そうだよね。そうだよ。待って、え、ここなんか崩れた。お、なんか崩れてるね。え、入れんじゃない、さっきから。え、こう、え、あれ、さっきまで、こう、ん？ん？ちょっと、こっち方向音痴？地図読めるのに。地図読めるけど。あ、でも地図ないからね。そう、地図がないとわかんないよ。え、岩登らせろよ。え、どこ？どうすんの？ここか？もしかして。お。お、お、あ、うん、あ、うん、あ、うん、やばい、ゲームの抑止力が働いて進めなくなっているぞ。進めなくなっている。
なんだって、始まらないぞ。いいね、ここで30分過ごすね。それでは雑談といたしましょうか。そうですね、心温まる。いや、こんな感じのなんか、うん、無人島に行くとしたら何を一つだけ持っていきますか、うん、そんなのさ、お前に決まってんじゃん。キュン。そんなに大声で歩くのやめなさい。ここから聞こえます。やばい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 。ここから聞こえます。ここから消えます。え、待って、これ音声認識あった？嘘。このゲーム。ハッピーバースデートゥーユー。誰が生まれたんだよ。わかんない。あれ、どうやってさ、音声認識ってか、音声認識何あれ、走りすぎなんじゃないの。え、でも全然シフト一回もしてない今。そうな、走れよ。ごめん、だって怖 い, おい, おい怖いからさ、走ったら、あれ、あ、確かに突然ぶつかるかもしれないよね。得体の知れない何かに。そうで、ぶつかるんだって。そう、お化けとは言ってないよ、お化けとは。あ、そうね、得体の知れない何かだからね。クマとかね、出てくるかもしれない。あ、そう クマ、ね、クマなら関係だよね。え、これお、なんかいけんじゃんですか。あれ、なんでここいけないの、うん、抑止力この野郎。あれ、このゲーム難しいゲームかな。ちょっとさ、なんか探検ゲームだね。ね、もしかしてホラーゲームじゃないかな。ね、謎解き、謎解き要素強めだ ね謎解き探検ゲーム。ね、こっち来て。やっぱ一本道だよ、うん、ここ、ね、ボート戻れって言われ、ボート戻れって言われてる。ボート戻れ、あ、はい、すいません。うん、ちょ、我々は前を見すぎたかもしれない。たまには過去を振り返ることも大切かもしれない、ね、寸前まで行ったんだけどね。そう、寸前で止まってしまったよね。やる気あったのにな。あにゃあにゃ、ボート結構遠かったね。歩いてきたね、我々。長かったわ、ここまで、ね、結構長かったわ、うん、ナビだれだれ。ゴールしてもいいんじゃないの。もしかして、ちょっとなんかあったわ。ごめん、持ってきてた、なんか。おい、ごめん。あ、これラジオあるけど、これはないかな。何これ。あ、ないか。ラジオはいいんじゃない。何か。ラジオなんて持っててもいいことない。そうだよね。幽霊の声とかが聞こえてくるよ、ラジオから。そうだね。急に鳴り始めるとかによくないことが。定番のやつ来るよ。自分でそれを増やす必要はないもんね。そうだよ。危ない橋は渡っちゃいけない。渡っちゃいけない。うん、ここで13分かかりました。でもさ、危ない橋渡ってこのゲーム選んでるけどね、博士は。本当にさ、なんか、ね、和物じゃなさそうだったから、うん、和物は嫌だけど、なんかいけるかなって思ったんだよね。開いちゃった、おい、ちょっとね、オープンドア。ラムちゃん操作する。早っ、それ最悪の手って言ってたじゃん。早すぎ。なんかある、なんかある。開いちゃった。開くだろ、それドアなんだから。え、だってここのドアは開かなかったじゃん。確かに。ロックって言われるかもしれなかったじゃん。確かに。でもいいじゃん、開いたんだから。入れ。クリアリングして。大丈夫だよ、何もいない。オッケー。うん、何もいない。ねえ、一歩が小さい。ありやん。なんか散々とした、なんかすごい。あ、ぬいぐるみだ。ぬいぐるみ、いやだ、ぬいぐるみは怖いですね。キッズの部屋なんじゃない。あ、大丈夫、ここ隠れればお化けから大丈夫だよ。デッドバイデイライトと一緒、うん、でも隠れられる要素あんまなさそうだよ、うん、確かに、全然隠れられなさそうだね。あ、テレビだ、絶対つくよ、このテレビ。さあ、割れてるよ。1つかね。何もできなかった。全然つくないね。なにこれ、なにこれ、なに、あ、いい、寄せる、聞こえるよ。なんか開いたね。開いた。すごい。電子レンジ。何も動じない、動じないじゃん。電子レンジじゃない？ね、でもこれしゃがむとかない？なんか、待って、なんか音がしない。コントロールキーは？コントロールもね、押してる。なんもないわ。ないんだ。いいか、歩くしかないっぽい。嘘。あ、冷蔵庫あるじゃん。冷蔵庫開ける？あさろうぜ。人の家の冷蔵庫開けるの大好き。ね、開けられないんだけど。嘘でしょ。楽しみにしてると申し訳ないんだが。絶対さ、あのデッドした人間の死体入ってるよ。じゃあ開かない方がいいね。うん、開かない方がいい。うん、そのまま行こう、うん。なんかここ道細いんだが。いいね。よくないやろ。あそこに何か見えますか？遠く。あ、何これ、積み木？積み木だ。あ、なんか斧歩くね。あれ武器じゃん。え、斧じゃなくて壊れた椅子だったわ。椅子の後ろ。ちょっとやばい、もう気持ちが殺伐としすぎて椅子が斧に見えちゃった、ね、もうデッドバイレイライトになってる気持ちがね。マジで狩ろうとしてた。うえ、クリアリングして。クリアリング、うん、ちょっとクリアリング見て。あ、いいよ。時計があります。ベッド。人いる？何もない。オッケー？うん、多分。オッケーオッケーオッケー。多分。うん。ちゃんとクリアリングして。うん、しるしる。ちゃんと。ちょっと待って、左。あ、なんかある、なんか。え、何これ？あ、謎解き。謎解きだ。謎解きは得意じゃん、博士。あ、謎解きはできる。何この針？ゼロ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 。5桁？
五桁、真ん中が1位だね。こう真ん中が1ですか。これはこれ逆に、うわばばば、ちょっと待ってください。なぜボートは動いているのですか。あ、やばい、置いてかれた。やばい、海泳いで帰ろ、帰ろ、大丈夫、うん、我々は人魚になれる、絶対大丈夫。 I am mermaid。 mermaid。 でもなんかこれさ、うん、やらなきゃいけない雰囲気だよね。うん、でもわかんないね、まだまだ何もわかんないね。食べ方、ヒント拾おうぜ。タワゴト。タワゴト、タワゴト、タワゴト。私は信号を失っています。翻訳、ガバ翻訳大好き。なんか熱い、食べた。あ、ちょっとじゃあインベントリは愛か、だいたい愛だ。あ、いいね、いいね。懐中電灯、F、ロックピック。犯罪ですよ。犯罪者がいるってことですか。あ、ちょっとやめてく、帰ろうかな。全然帰って、メモ見ようぜ、メモ見ようぜ。だからこれから今メモこれや。ちょっとなんかお姉さん系のボイスで読んで。彼らは私自身の所持品にかろうじて残っていたものを破壊しました。いいね。彼らはミカを探しています。ミカ。彼らは非常に怒ってパニックになっているようです。しかしなぜ彼女はここで、私たちの中で最も甘くて静かです。どういうこと。彼らは彼女に何をするつもりですか。甘くて静か、甘くて静かって何。甘くて静か、静かちゃんってこと。どういうこと。キャッ、食べてサンドイッチ。どういうこと。一番布面積が狭いってこと。え、やば、なん、どういうことなんだこれ。マジよくわかんない、ね、なんかエロい女ってこと。どういうこと。ミカ、ミカ、ミカ、ミカがじゃあ一番エロかったから一番最初にやられたんや。やられたんか。一番エロかったから一番最初にやられたんや、どうせ。うん、うん、お決まりね、ホラー映画のお決まりだよね。ミカを探してるらしいよ。あ、なるほどね。ミカ、うん、まだやられてない。ミカはまだオッケー、まだまだ OK。 ちょっと待って、ここ行き止まりなんですが、ひどい目に遭ってない。もしかしてここってさ、これしかない部屋なんかな。あー、なるほどね。でもまだなんかお部屋は広かったようですけれども。おーい、横よ、ちゃんと上視点上げないと全体見えない。そう、こういうのさ、ホラーゲームさ、うん、下ばっかり見てるって言われる。やばい、コンタクト探してんじゃねえよ。すー、コンタクトしか探せてない。やばいよ、やばい、られてるわ。ここ多分さ、これで終わりでさ、え、なんか木生えてんの。あれは多分ね、柱がね、こういうおしゃれな感じなんで。あ、おしゃれな、おしゃれみたいな感じなんで。お、外出ちゃった。終わりな。これだ、こっちにあるからさ。あ、ほんとだ、納屋みたいな感じなんじゃない。あー、なるほどね。分家がいっぱいあるんだ。分家なんか、なんか狭くない、あそこに住まらせる。確かに、ちょっと。あれロックされとる。なんでピッキングしないの。ピッキング、あの、あれでできるかな、これで、うん、ダメなの。ロックピック、あまり多く持ってないんだって。なるほど、重要なとこで使いたいな。でもこれだから使うとかがないね、今のところ。家、もうちょっとよく見てみたらね。分家見よっか、じゃあ分家見よ。いけないね。分、まっすぐ行ったし。 E ボタン、うん、E ボタン。フラグ回収ができてな。これじゃフラグも立たねえよ。フラグ立つようなものあった。うん、でもなんか狭めだからね。え、マジでないね。でもおもちゃにいいとか出ないんだよね。あ、待って、これさ、うん、1,2,3,4,5 これ入れるのか。なんか色がさあ、ほんとだ。でも、うん、赤に黒が1で決まってるから。あ、メモするわ。じゃあ、お、ありがとう。でも白なくね。白ない。白下黄色。これでもなんだろう、何を1と考えるのか。赤に、青に、赤に、緑1、黄色1。本当にどうなんでしょうか。どうなんでしょうか。まあやってみますか。じゃあやってみますか。黄色が白扱いなのかな。黄色ないわ。うん、黄色が白扱いだと思う。そうするか。うん、青が2。2、あれ、これどうやってやるの。どこな、矢印キー。おおおおんんんなに、うん、えうんあれうんうんうん、あ、こっちだ。にーなんだっけ。赤に、に緑1、黄色1だった気がする。ダメだった。なんやって。じゃあ黄色なんだっけ。黄色適当こいた今。あ、待て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 。2、2、
2213ぐらいにしてみよう。なんやってなんやって時計うるせえなお前、ね、時計めっちゃ煽ってくる。うるすなもん。これさ、ここにあって時計ここにあるとさ、うん、なんか関係あるのかな。確かに何時になった瞬間に決定押せとかありそう。えなんか深い。それはちょっと深すぎる。どうだろう。でもなんか赤いマークとかないよ。ないね。そこにあった時にみたいなさ。確かに帰るって言ってる。帰ろっか。今んとこただ暗いだけだよね。うん、とりあえずね、何も出てきてはない、うん、これクリアしたらさ、うん、出てくんじゃない。開いた瞬間。おっとおっとおっと、これこれしかないよな、うん、え、時計って何色なんこれ。時計は銀色。銀色だよな。でも白、銀っぽくない。銀だよな、ね、銀っぽい。いや、銀だよな。何これ白ゼロ。あ、そっか2210。間違えた。そもそもこの時計、時計としての機能はね、備わってないよね。備わってないよね。反対だし、タイマーみたいな。カッチカッチ。あれ、止まった。いや、これね、外出るとね、聞こえなくなる。え、止まったくね。ああ、ほんとだ。ちょっと離れると超近くに来ないと動かないんだ。そう、こんなにでかいにもかかわらず。なんだ、大きなノップのフル時計じゃねえのかよ。大きなノップのフル時計。フラグわかんないね。あ、なに、ひらめいた。いや、関係ないよな。ひらめいた。え、逆とか。逆か。待って、5511じゃね。あ、2を逆にするってこと。そう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 。うん、赤一つのカモドンとか言われてるけどね。やってみる。うん、5でも1はさ、逆向いてないよ。確かに違うか。違うか逆に。なんかさ、これさ、黄色はさ、もともと白だったけど、うん、黄ばんじゃってるけど。あー、あるね。それで、こう交代させろみたいな、時間を交代させて考えろみたいな意味かなって思ったんだけど。あ、ボートに戻れって言ってるみんな。え、あれか、そうか、だからさっきそのボートがいなくなってた。あー、なるほどね。なんかボートに戻らないと何もわかんない。なるほど。我々は意味のない考察をしていたのかもしれないね。戻ろう。そうだね、ボートがなくなっちゃったかどうかを確認しに行った方がいいということな。ボートの方に戻ったら助け船来てるかもしれないですよ。そうですね、ボートあるかもしれないし。そうですよ。そしたら帰れるかもしれない。え、そうですよ、帰れるかもしれない。ただこの帰りましょう。ただこの暗いだけの世界から。今んとこホラー要素ないっすもん。ほんとでかいよ。ガチガチっすか。なんか後藤って言わなかった今。嘘。え、言ってない。あれ足音じゃない。足音か。うん、足音怖いよ。これさ、ナプちゃんの方だけ音大きくして、うん、声の方音ちっちゃくしてきればよかったのに。あ、一緒じゃないとできないんだ。そう、今共有のやつをね、分けてるから。なるほどね。できない。あ、なくなってる。なくなってる。あ、でもなんかある。トゥデイズヒント、ネクストコナンズヒント。ビブビビる。なんでメモ拾っただけでビビるんだよ。なんかザ、え、なに、本当に申し訳ない。急に謝られた。え、謝られた。見捨てられたんじゃないの、一緒に来たやつに。え、なんかドクドク言ってない。ドクドク言ってるね。ドクドク言ってる。やだやだ。後ろ振り返って。あ、なんかエロい吐息。なんかいたみたいな言い方するじゃん。なんかめっちゃエロい吐息じゃないこれ。どういうこと。なんかはぁ、あ、はぁ、あ、これもしかして主人公。主人公じゃない。なんかガシャガシャ言ってないね。これ何なんすかね。ランプちゃん何怖い。長いにどうしろってんだよ。楽しい話して。楽しい話してってさ、一番やばいよその話。雑な振り。雑な、楽しい話。我が輩たちさ、まだデビューしたばっかりじゃん。いや、もう半年経ってますね。まあ、デビューしたばっかりじゃん。これからやりたいこといっぱいあるよね。うん、そうだね。まだ半年だよ。うん。これからやりたいことたくさんある。されど半年。うん。何、一番やりたいことは何ですか？一番やりたいこと？うん。
っぱもう脳みそ溶けて何も出てこないじゃん。いつもだったらさ、ね、10個ぐらいバババババって出てくるんですよ。そうだから一番だから難しいなと思ってさ。なるほどね。で箇条書き。箇条書き。うん。あ、開いてる。お、やった。開いちゃった。あ、出た。開いちゃった。開いてんだよ。え、じゃホロックスのビル作ろう。出た。出た。ビル建てよう。いや、ビル建てるか。ビル建てて、うん、一階を公開収録みたいなさ。ああ、いいね。ラジオみたいなね。そうそう、ラジオできるやつにして。エモじゃん。で、毎日みんなで日替わり、これどっち、うん、なんか、うん、なんか、喋ってる。歌声喋ってる。やだ。イェーイ。ふぅふぅ。おおおお、共鳴しよう、共鳴。おおおおお、ダメだ。ロック。待って、これさ、番号赤じゃね？今の3。赤色じゃね？赤色だよ、さ。本当だ。メモ、メモっとくわ。ありがとう、赤さん。赤さんね。赤さん。赤さん。じゃあ、今までのロックのところ見に行く？今までのロックのところ。今までのロック済みのさ、あの鍵。もしかしたら番号書いてあるかもよ。見てみるか。うん。いけるで。あ、でも後でまた戻るから後でも言うのか。確かに。じゃあ進もう。あれ書いてなくね？書いてないかも。今回から始まるのかな。初めての。赤さん、初めての赤さんなのよ。そうだよね、あったら気づくもんね。ね、確かに。なかったわ。なんかずっと鼓動がやばいね。やばい。緊張してるかもしれない。自分の鼓動ってこと。あれ、これもしかして声戻ってる？え、嘘。わかんない。方向音痴すぎてわかんない。方向音痴は、これ見たな、これ。うん、なんだろう。どっち行ってるかわかんなくなっちゃった。この声やだと、声出さないでほしい。声出さないでほしい、やばい。主人公のボイスオフとかできないのかな。意味ないだろ。この主人公のボイスでさ、恐怖心煽ってるわけじゃん、我々の。そうそうそう、そのゲームの解説みたいになるけど、ね。一応怖がっとくわ。あ、無理。ねえ、やば、無理。どうしよう。ガハハってしてて、ラブちゃん。無理、ガハハ、無理。ガハハって。ガハハ、無理。ガハハ。それに名前をつけます。やばくない？何それ、あなたはそれにって名前つけ、あと人身売買とか、人間に名前つけるってこと。ああ、売られてきた人間どもに。島は本当は十分に離れています。目撃者は法律ありません。え、これじゃあ悪行ってこと？え、結構テーマ重ね。重いね。連れ去られた者たちが、え、我が輩のような若輩者が触れていいテーマなのか、うん、それは。そうなのか。ちょっと世界の指導者や有名人が行方不明、島に関する情報をフォロー、なんちゃらこうちゃら。インターネットでなんとかなんとか、多分接続があります。多分、うん、とか。多分わかんない。ねえ。ねえ。いや、なんか、もう、確かにしてもろて。うん。多分ね、おそらく、ガバガバ翻訳好き。あ、なんか来たよ。ガバ本。あれ倒れちゃったの。ムービー入ってんね。ね、いいね。テクスチャが綺麗だから、わかりやすくていいね。ね、なんか映画みたい。ね。お、でもリアルじゃない方が声は嬉しいんだけどな。もう無理だよ。もう帰れないよ。もう帰ろう？あ、でもないんだ。帰れない。ボートないんだ。もうボートは無理。でもこれ、右上にあるバツっていうボタンを押すってことで。おいおいおい。何？あれ？もしかして、今殴られて、うん。拉致られた？え？あ、そうじゃ、え？我ら人身売買されたんじゃないの？やばい、人身売買されるんじゃない？される、やばい、売られる、飛ばされる、やばい、マグロの餌にされるんや。その中でもいい部屋を当てがわれている。めっちゃいい部屋、いい部屋、いい部屋。暖炉あるよ、暖炉。めっちゃいい部屋。暖炉見る？え、我が輩の部屋より綺麗だよ。あれ、待って、懐中電灯がなくなってる。うわー、隠られてんじゃん。なんでこれはないんだよ。これ持ってけよ。メモだ、紙切れなんていらんってことかな。なるほど、ポケットの中に入れといたんじゃないの、大事に。獲物ガチか。なんだこれ、なんかガーガー言ってる。嘘、誰か寝てんじゃないの。え、めっちゃ待遇いいじゃん。行きたいんだけど、ここ。めっちゃ殺されるよ。でも殺されちゃう。なんか今歯車手に入れた。いや、もうやられる前による。シンプルなギア、何らかのメカニズムで使用する必要があります。なるほどね。なんかはめるとこがあるんやろな。どこだろう。
暖炉。暖炉綺麗。ね、綺麗。割れてないよ、ガラス。どこで使うんだろうね。カッカッカって言ってる。あ、カッカッカか、時計ありそう。上に。ほら、見て、丸いのある。確かに。いけんのか。でも見えないね。懐中電灯を取り戻さないと。あー、そっか。あ、電気つけられるかな。あ、確かに。見えねえ。お、なんか、燃やせるくね。え、あ、灯油あるよ、灯油。え、これ灯油？ほんとだ。灯油じゃない。あ、でも取れないわ。あ、くそ。なんでだよ、なんでここにあんの20リットルって書いてある。おかしいだろ、なんでオイル置いてんだよ。でも最後にもしかしたら取れるようになって、あーなるほど、ね、火つけてこの家を燃やして帰る。最後の手段だって言ってそれをできるようになるまで探索する。それやるの悪役側じゃん。え、なんかワール…あ、なんだこれ、なんでそれ、お、外行けるってこと。でもロックされてる。めっちゃドア綺麗じゃね。ね、ガラス張りのドア。すっげ、ちょ、金持ちじゃん。ジョジョやんって言われてる。確かに。なんで？オイルね、巻いてね、燃やして。え、あ、ん？それ何部？え？あ、あ、手に入れた！え、どこで？今これ落ちてたんや。あ、なるほどね。ね、自分たちが持ってたやつが落ちてた。なんだ、取り戻さなくても大丈夫だ。あ、時計ある。あ、同じじゃん、時計。ほんとだ。赤色だ。赤になってるね。ね。どこだろうね。8、なんかこういう16マスとかさ。え、おしゃれ。え、なにこれ、めっちゃおしゃれじゃん。え、ラクちゃん好きそうだね、この家。めっちゃ行きたい。なんか、うん、ここさ、タイトルで見たところじゃない？この後。この後。これ何？似たような感じなんじゃない？後って。なるほどね。なんだこれ。開くかもしれない。土砂袋引きずってきた。開いちゃったー！いや、開くんじゃないの。青い扉ですね。開いちゃったよー。消火器持ってこうぜ。持てるかな。これで最悪殴れば。あ、無理か。無理だ、持ってけない。これ何？ゴミ袋ある。これラプちゃんちじゃない？これ。いや、我が輩ゴミ袋にゴミ入れないから。ラプちゃんちよりマシなところ。そう、我が輩んちがゴミ箱だから。うん。うん。ちょっとクリアリング。あ、オッケー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 。左見て左。はい。あ、なんもないなんもない。ほんと？うん、いけるいける。ほんと？なんか紫のなんか落ちてるから。ほんと？うん、マジマジ。ほんとだ。マジ平気。なんで、そんな信用ないから、そんな信用ないなら呼ばないでくださいよ。すぐ歯車落ちてる。驚かすからねみたいな感じだったから始まる前。驚かさないよ。本当？うん。信じてるよ。我が輩が心のありどころになる。ありどころ。よりどころ？よりどころ。ありどころ。これなんだこれ。いけないんだけど。なんかさ、光ってるよね。うん。なんなんすかね。なんやこれ。取れないし。いけない。行こうとするとガッガッガッ。ドア閉めれば。え、閉まる？閉まんのよ。あ、いけた。いけた、いけた。何このおしゃれ、観葉植物買いたい。ほんとだ。え、でもラプちゃんも枯らしそう。もあ、どうせ先輩が、あ、あ、まだ、かなたさんち行った時観葉植物あったんだよ。あ、枯れてた。めっちゃ枯れてた。いいな、そっか、行ったんだもんね。そう、オプコラボでね行ったよ。行きたいわ。え、私たちはここで多くの注目を集めており、誰でもがそれに夢中です。仕事全体をスクラップします。私はこの場所を燃やした明日の朝、なるほどね。灯油？来たー。こいつの灯油か？全部燃やそうぜ。ね。燃やし尽くそうぜ。やっぱ、使うんや、あの灯油。うん、あ、何これ、あ、違った。足、椅子の足だった。いや、でもね、最強の吸血鬼に熱は通用しないからね。あそこ、ここ吸血鬼がいるんだって。ワンチャンね。ニンニク持ってこないと。ニンニクなんて効かねえよ。ここは？はい、ちゃんだ。クリーニング来ます。はい、目閉じます。入ってください。前左。はい、はい、あ、なんか鍵がある。あ、ほんと？大丈夫。あー、この鍵ゲットしないといけないんだ。ゲットしないと燃やせないな。早く燃やして。燃やしたい欲求がすごい。また歯車もいっぱいある。あ、さ、かける3になってる。そっちのマスなんだ。作文うまそう。え、このマスもなんか関係あんのかな。え、どうなんだろう、ね、どこに配置されるかとか。え、素敵。おお、日本の絵画。日本の絵画。言い方、日本の絵画ね。日本の絵画や、日本の絵画。これ何？ゴミ箱？オイル。あんね。どこにかしこもオイルがある。ね、あのラジオ止めて。自分で止めに行けよ。止めて。あ、ね、灯油ある。え、ここにトイレ置くのやば。やばいね。変態じゃん。
あ、これトイレなんだ。あ、ここトイレ広。トイレ。なんでここに板があるのかわからんけど。何なのこの板。ちょっとトイレ入りづらくない？え、てか燃やしやすいようにした板。あ、ね、なるほど。うん。肝油剤みたいな感じ。うん、え、歯車何に使うんだろう ね。え、結構広くないこの家。広い。奥行けんか。あ、なんか違いますよ。あ、ブラッド、ブラッド、ブラッド。ブラッド、ブラッド。おー、やっぱ吸血鬼住んでるやん。ブラッド、ダークネス。おー、我が輩を吸血鬼にするな。え、めっちゃおしゃれ。なんか扉ある。え、なんかこの鉄格子の扉。扉開けて。え、あ、4番だ。ラプちゃん。赤の4番。これ関係なさそうだよ。関係ないな。赤だよ、これも。とりあえずメモしとくわ。ありがとう。なんか、あ、1番の鍵とかさ、そういう感じで出てくるのかな。なるほどね。え、待って、オープンベッドがある。え、すごい、ドシングルじゃん、ドシングル。こんなところで、すぐ落ちるよな、こんな。何これ、花びら。ん？なんかエロ。うん。何これ。え、枕の形、何これ。らっきょうみたい。歯みたい、歯。ね、あ、確かに。歯の根元。歯茎。歯茎ないバージョンの歯だよね。それはただの歯なんだよね。確かに、ただの歯だったわ。何これ？何これ？歯車？歯車？違う。歯車ない。え、何このオブジェ？意味わかんない。声聞こえん？嘘、誰の？え？今ドンって言った？嘘。自分がなんかぶつかったんじゃないの？ちょ。何ちょちょ。自分の音？ドン。ドン。足音で足音。足音本当？なんでうんうんうんって言ってない？言ってるよね。言ってる。我が輩が言ってると思って。あ、そうする。ここロックだ。我が輩だから大丈夫。我が輩だから大丈夫。待って、絵見して。え、何？はい。ちょっと引いて。これめっちゃいいやん。もう絵画に夢中やんこれ。これは日本のじゃないですね。これは日本じゃないね。なんだろうね。素敵でも。なんか、印象派みたい。泣いちゃったー泣いちゃった泣いちゃった。はぁ、いいね。はぁ、いい。めっちゃ狭い。普通なんだけど。ガス。まっすぐ歩いてください。まっすぐ歩いてください。はい。左向いてください。はい。何もない。ほんと？うん、マジで。マジで何もない。ただの段ボール。カナタ先輩。こっちで待って、この。ん？何これ？え、カナタ先輩ちはやっぱり、段ボールの。段ボールの。右見るよ。うん、いいよ。マジで何もない。ほんと、ほんとよ。ねえ。一回疑うのやめてよ。なんで何も、ずっと何もない。でも、キュキュ。あ、何これ？だから、ただのさ、部屋暗いゲームだよね、マジで。それ、そのままであってほしい。ねえ。ただの部屋の暗い脱出ゲームであってほしい。脱出ゲームだったらね、得意分野よ。ねえ、燃やす用意めっちゃしてんね。めっちゃいい。準備バン。あ、待って、歯車！いいね！しかも4つだからさ。お、はめようぜ。はめ、あ、じゃあ、1個目あるもん。うぶぼぼ。おい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 。オープンのドア。え、待って。開かない。え、あーまたなんかあるよ。なんでドア開けるときビビんの？なんか出てくる可能性あるじゃん。鍵出てきた。なんか出てくる可能性あるのおもろ。だって死体がさ落ちてくると。なんかいない。もういない。いないよ。逃げよう。え、逃げようってもう多分先に行ってるよあの女。嘘。女かな男かな。なんかいたよ。いやなんかいたね。でも、え、でも鍵持ってるよ。鍵は、多分さ、今のちっちゃい鍵だったからさ、うん。あそこじゃない？ここの鍵じゃない？え、多分ゆっくり行ったらバレねえって。バレない？オッケーオッケー。うん、ゆっくり行ったら。ああ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 あなんかあるっけ？まださ、我が輩たち探索足りてないんじゃない？まあそうだね。全然、うん、あの、空いたところに入ってるだけだもんね。そうだよ。え、なんか音がおかしくなってる。シュ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 。ちょっと水飲んでいい？シュシュ、いいよ。あ、でも飲んでる間喋ってくんないから、こういうものも。水分補給休憩。飲んだ。なるほどね。腕まくり。腕まくりした。みんなに見えないところで腕まくった。そうそうそう。ちょうど見えないから画面で。熱くない？ラプちゃん。除湿つける？熱くないよ。え、これさ、なんかめっちゃ階段おしゃれじゃない？おしゃれ。登ろうぜ。え、これ登ったらさ、見えちゃうよ。スカートの中。確かに。え、じゃあ、あっち見ないよ。博士のあっち。無理。もう見せたくて登ってるんでしょ？あ、ここねえわ。違うもん。待って。何これ？ここじゃない？おー！行っちゃったー！めっちゃ血出てるよ。やだ。
やだおもろ。これ小よりたちもこうなるってこと。あ、開いてる？開いてない。見せしめで見せしめ。おめえらもこうしてやる。やな、燃やそう、早く燃やそう。早く燃やしたいね。さ、この早く燃やしたい。主人公が燃えたとしてもさ、うん、我々には関係ないからさ。全然もう燃やして。燃やそう。燃やして。なになんかドンって言ってない？あ、ドアがロックないよこれ。ロック済みだった。あ、ドアノブあるわ。なんかえ、なんかどんどん行ってない？なんか。ちょ自分でやってんじゃないのどんどん。え、やってないやってない。嘘。ほら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 。あ、本当だ。開けてって言ってる。開けてって。やだって言ってる。でも言ってんのお前だろ。絵画見る。え、素敵。ちょっと持って照らして。あ、はい、こういうの好き、はい、我が輩。え、いいねこれ。いいね。素敵。なんか色合いが何派？何派？え、うん、どっちだろう。これはでも抽象的ですね、やっぱ。抽象画ですか。抽象画ですね。もうみんな、え、でも全部抽象っぽくない？印象派が好きなんだよね、我が輩は。いいね。なんかこれ春とさ、これ色がかわいい。春、夏、冬みたいな。ね、秋どこ行った？秋ないわ。秋ないね。かわいそう。亡くなった秋を探せ。秋の恨みだよ、今これ。うん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 。素敵だね。素敵だね。いいじゃん、この家、マジで。めっちゃガソリンあるよ。ね。燃やす前に一旦住んでいいかな。いいよ、うん、いいけど、これではついていかない。待って、これなんか1とか2とかありそうじゃない？ありそう。ちら、赤に来たー。また2は2回、4が1回、3が外。赤2。ちょっと全部メモしとくわ。いやー。それでも今、ラプちゃんが、ラプちゃんがあの携帯見てるから、そうそうそう進まない。全部メモしてるから、なんか、いません。1回。住むとき声は絶対ついていかないからね。え、なんで来ないの？一人で住んでくれ。一緒に住もうよ。やだよ、絶対だよ。面白くない、絶対。血あるよ、血はあるよ、そのままだよ。え、掃除してもらおう。それは退去人退去人に掃除してもらえば OK。 いっぱい。え、これどういう状況でここにさ、この角に血出てくんの？おもろくない？え、ここであれだよ、あの突きつけられて殺された。でも壁はめちゃくちゃ綺麗。え、これさ、ちょっとさ、迷宮入りです。全然わかんない。血の跡があのようにつくのはどういうふうな、ね、模様だよと言わんばかり。開いちゃった。開いたじゃん。入れ入れ。目を閉じます。え、めっちゃおしゃれな椅子あるよ。右見て。はい。なんもない。ほんと？あ、え、なんか穴っぽいな。あ、ほんとだ。63って書いてある。四角。全部メモしなきゃいけない。ダイヤ。あ、また絵もあるよ。ちょっと暗い。この絵、いいじゃん。街じゃん。色合いがいいね。いいね。夜の街。なんかちょっと闇の街みたいな。ダイヤ型。ダイヤの子。ひし形でいいやん。ひし形、丸三、六。待って、ねえ、見て、テレビ、電源。え、ついてんじゃん。来てるね。え、見れんじゃね？見たくなくない？丸三。絶対見ちゃいけないやつじゃなくて。あ、でも、あ、ん？何もない。つかないの？勝手につくやつや、絶対。え、めっちゃいいスピーカーじゃん。あ、待って。あ、なになにこれ？あ、これに入れるんだ。あー、なるほどね。え、こんな近くに六三はあるんや。え、でもテレビ壊さないと見れなくない？これ。え、待って、吸音材とか貼っちゃってんの？配信者ですか？いや、でもあの、テレビの音がさ、ふわーんってなんないようにしてるんだよ。あ、なるほどね。なんで配信者かと思ったの？椅子ちょうど2つあるじゃんって言われてる。え、いいじゃん。まあ、住む前提になる。あの、外見れないよね。シアタールームってことでしょ？ね、いいね。なんか落としたね。ふわーんっていった。特訓。え、じゃあこれ、三角と四角を探してくるってことか。うん、そうだね。あるっしょ、その辺に。どうして新居ですかで笑う。血だらけなんだが。まあでも新居だけど、うん、新居っぽいよね。綺麗じゃない？段ボールもあるし、ね。まだ引っ越したてなんじゃないの？引っ越したてでみんな殺されたまである。あ、ちょっと、寝室とかちょっと。恥ずかしいよ、みんなの前で。何やばい、なんか、やばい、性癖やばいみたいな。やばい。閉じ込めるの。やばい、どっちが入る？これ。え、ラブちゃんやろ。何やって。え、ラブちゃんのこと怒るよ、あの。初配信かなんかでペットって言った。あ、6！ ふざけんなと思って。あ、ふざけんな。四角6。四角6。簡単じゃん。え、これ、そのあたりすれば、開くけど。四角6。10パターンで開きますけど。やる？まあ、やらないでおくか。え、何これ？ちょっとある。読んで。滞在期間の短縮を心よりお詫び申し上げます。残念ながら、使用人の一人が多くの人に、危害を加えているようです。その結果、あなたの安全のために、私たちはあなたが安全に本土に戻るためのボートを注文。いや、これ絶対さっき持ってかれたやつじゃない？あ、確かに。すみません、次の滞在は無料になります。よっと。あ、ここってさ、ホテルなんだね。ホテルだったんや。え、我々はさ、招かれたの、うん、どっちなの？なんか、調査に来たの？へぇ、でも滞在期間って言ってるから、なんか、わかった。普通に、リゾート来ました、うんうんうん。ずらして、調査しに来た。うん、
あ、調査はしてるん。うん。え、でも隠れて。でもボートで来てるってことは招かれてた可能性もある？確かに。来たらなんかこんな変なことになっているという。うん、え、なんかメガネあるんだけど。ちょっと。あ、これ前の滞在者の。うん、え、何？残し物？残し物。ちょ、おしゃれだねこのメガネ。ね、これこのメガネ似合う人ってだいぶ限られない。来てるよね。おしゃれにおしゃれ。で、また花だ。花だ。また花だ。これ殺した後とかこの人をやりましたみたいな。あー目印。え、めっちゃおしゃれ。カイトキットやん。そんなキッドに謝ってさ。あ、なんかある。ワセリン。ワセリンだ。ワセリンでしょ。白色ワセリン。絶対ワセリンでしょ。え、何、保湿もちゃんと気使ってるってこと。このホテルはめっちゃ、めっちゃ意識高い。分かった。犬をさ連れてくる可能性があったんじゃない、うん、あーなるほどね。でもこんなもん明らかな折り合い。なんかおしゃれ。まあ、これピカソだと思えば思えばね。ピカソはあんな感じに描かんけどな。あ、そうなんだ。え、待って、この方向材でかすぎ。でかすぎ。え、でもこういうのあるよね。巨人向けじゃん。巨人向け。え、でもこれさ見たことある。なんかさ30万とかする。え、たったかっけー。たっかすげー。でも全然なくならないんじゃない。確かに。いや、この太さで行ったらなくなるか。思ったより少なくない内容量ね。このペースでやったら6時間ぐらいかかるんじゃねえの、マジで。今宵のね、あの、ホラーゲー配信は長くなるで、うわぁ、えぇ、なんだ今。え、キャーキャー言ってるだけやん。え、声の声でもしかして聞こえてない？え、じゃあ、キューって聞こえたよね、今。え、おえ、おえみたいな言ってたよ、今。嘘。あ、でも、人いた人。みたいな聞こえてたけど。人いたよ。あ、聞こえたよ。え、ロックされちゃった。中に人がいる。え、でもさ、このさ、どうすればいいの？この家さ、2人ぐらいいない？さっきもいたもんね。いた、うん、これどうすればいいの？あれ開けちゃう？ドキドキしてるよ。開けちゃうか。あ、いいよ。ちょっとさ、一通り当たる？ね、三角。ちょっと待って。6360。ないね。これ6363なんじゃない？あ、いけなかった。6364。4。あ、6369。あ、間違えた。あ、ね、焦ってるよ。震えるよ。え、全然開かないじゃん。あ、マジで。これ完全にフラグ回収しないと開かないパターンじゃない。あ、なるほど。でも見たのがフラグになるのかな。5。ないか。え、この開いた。開いた。うん。何これ。何。何。何、わかんない。見てみて。はい、あ、ボルト？え、どこにある？え、あれ食べちゃった？食べちゃったか。食べちゃったやん。ん、何、なんかある。あ、待って、キーの一部。見づら。全部で3つくらいになると思います。キーの一部？そんな。3つですって言い切ってくれ。ちょっと待って、3つ探さなきゃいけないの。あと2つ？どうだろうね。でもまだ全然この家探索しきってない、うん、しきってないけど。でも2階はさ、これで多分全部なんだよ。あ、そうなの。今行き止まりだったじゃん。屋上とかありそうじゃない。え、でも上がる階段あった？ないよ。ないな。外出れないのか。出れない。あの、さっきのとこが、待って、なんかドア開いたくない？開いた。ねえ、招かれてる。え、招かれてんの？行こうよ。うん。大丈夫だよ。招かれてるってことはさ、そんなさ、そんなひどいことしないって。え、殺す準備ができましたってことじゃない？大丈夫、いただきますって感じですか？うん。大丈夫、入って入って。右見て。いないいないいない、誰もいない。誰もいないのもまずくない？女が入ってんだよ、絶対。あ、絶対そう、絶対そう。やばいやばい。じゃあ、ここに。ここ扉開けたら。開けて殺せばいいってこと？ゲームをしようって言われる。うん。開かないね。あ、奥ドアあるよ。ほんとだ。ちょっと待って、こっち見て返しよう。時計。うん。回収できない。何これ。武器持ってった方がいいんじゃないの？やっぱなんかある。何これ。アフターエンドオブデイズ。深い。武器がない。武器見ないの。なんで一回引くの？だって出てくるかもしれないじゃん。 FPS プレイヤーみたいな動きFPS 全然やんないのに。右見て、右見て。なんもない。右見すぎ。ほぼ後ろ見てる。マジで何もなくない？あ、いる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 。どこどこどこ。あ、ほんとだ、足だ。やばい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 。え、ちょっと、キャッ、のび太さんのエッチシチュエーションじゃん、これ。え、開けんの？なんかある。待って、なんかあるよ。これだけもらっていこう。これ何？あ、あ、あ、
ナイス。なんかもう一個がどこにあるのかよくわかんないけど、とりあえず2個目ってこと。あ、これ1の鍵じゃん。1って書いてある。確かに。お、天才？天才か？待て、下行ったら天才。でもさ、1位さん見てなくない？見てない。1階にあるんじゃない？ほんで逃げよう逃げよう逃げよう。何事もなかったかのように。1階見よう。失礼しました。失礼しました。え、なんかトルソー。え、なんかある、なんかある、やだ。なんで今までなかったのに。イブやん。イブだ、確かに。懐かしい。しかも絵もあってイブやん。美術館だった。元美術館なんじゃない、ここ。あ、なんかおしゃだし。待って、なんか血増えてね。ここさ、開いてなかったよ。開いてなかったとこ。またダンボールだ。なんか声聞こえる。行こうぜ。左見て。何もない、何もない。右から聞こえる。右から。じゃあもう行こう。行けるよ、もう。あ、来るよ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 って思っとけばいける。来るよ来るよ来るよ。大きい声出そう、大きい声出そう。あ、なんかさ、なんか三角あった、ここに。え、ちょっともういいって、三角。いるよ、八です、八。うー、8位だった。8位入った先。ね、ちょ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 、見て。誰もいないよ。いない。吸音材、これすごい高そう。こんなでかい吸音材。お、血増えてる、血増えてる。そう、今と増えてる。あ、なんか扉ある。開く、開かねー。ここね、歯車だね。なんか最後の扉みたいな感じする。出たくて。確かに新しい扉出てきた。なくない、なんかいなくない。おめき声あるのにさ、人いなくない。いなくなったね。そう。あ、これ出る瞬間に来るよ。やだ。ほら、言ったでしょ。何？来てない。でも、え、これ閉じ込められたんじゃないの？開く？開かない。うぃー、全ては我が輩の推理通り。推理する場合じゃねえんだ。これ鍵合体させれば。誰もいない、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 誰もいない。あ、いるかも。いる？わかんない。いるかも。え、チカチカしてるよ。いやお、見ろよ、おばあちゃんと。死ぬ死ぬ、ちょっと薄めで見てる。ドキ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 。待って、これなんか、なんか光、懐中電池の電池なくなった。あー、そういうことか。じゃあ次電池探さないといけないんじゃない。本当に？これなんかギャーギャー言ってるラジオが。あ、人いる。なんかいた。人いるよ。なんかいたよ。でも人って言っていいのかわからないぐらいの。あ、もういなくなった。あ、いなくなっちゃった。いなくなった。なんだよ。いなくなった方がいいやろ。いや、誰なのかなと思って。開いてる。あ、帰ってきた。コンタクト探して。あ、開いてる。あ、本当開いてる。え、開いてる。開いてた？わかんない。もともと開いてた？もしかして。これ何？いつどこから来たっけ、我々。ここから来なかったの、最初。忘れた。あ、確かに。ここから来たような気が。開いてたわ。開いてた。ここから来た。なんだよー。じゃあ下に1の、あ、待って、まだ、でもあれだよね。3個。3個揃ってない？ 3 個揃ってなくない？お？ 1 個の鍵になったよ。あ、なった！最初の門の鍵。あ、さっきのとこ行く？さっきのとこ。でも1番だよ、1番。あ、1か。1って書いてあるやつなくない？まだ。さっきの歯車のとこじゃないんだ。奥にあるんかな？また忘れ落ちてるんだ。これ？どこ忘れ？ 4 だよね、これ。これ、え、ベッドの下。あ、ベッドの下には絶対ワセリン落ちてる。ね、ワセリンを置くっていう決まりがあるんだよ、この、ホテルには。なるほどね。みんなだから使わないんじゃない？はは。置いてかれとるんよ。お、あ、ここっぽくない？え、1!1?7? なんか斜めになってる。なんか1、1か7かわかんないんだけど。なんで1だ？開くでしょ、とりあえず。あ、いい、ナイス。ナイス。え、めっちゃおしゃれ。おしゃれだ。もうこんなスケスケのところでなんか作業とかしたくない？ビデオテープ。ビデオテープ来た！え、さっきのテレビの部屋かな？あ、あるな。こっちも広いんだけど。ね。ね。とりあえずちょっくら見てから。ここ、あ、おお、なんかないね。出れるところが2箇所もある。なんかにから逃げるのかな？ね、どっちからか逃げるみたいな感じ？ね。なんでこんなトルソンあるんだろう。デザイナーさんの？もともと？そういう？あ、オーナーがデザイナーさんとか。あるなぁ。ありえる。あ、なんか開く。あ、待って、ロック済み。何が？どこもかしこもロック済みじゃねえかよ。ロックしとくなよ。客が困るやろ。使えるようにしとけよ。なんかふんふんって。あ、なんかいる。今さ、男気の人いたよね。あ、まだいる、まだいる、まだいる。見といて。まだいるよ。え？これ話しかけるとかじゃないの？え？燃え尽きとるやん。大丈夫ですか？死後硬直の仕方が。元気があれば、何でもできる。あ、これだ。で、やったー。こっち見てる。あ、見てる？こっち見て。
あ、見てないわ。見てない、目閉じてる。え、これどうすんのこれ。置いとこうよ、だって、うん、触れの紙とかいなし。え、急に動き出したらどうすんの。え、うんと、逃げる。なになになに、大丈夫だ。戦う、ちょ、ちょ、ちょ、まだまだ平気でしょ。いやいやいや、あいつが。あいつじゃない。いや、あいつじゃないよ。何これ。殺そうとしてる、もしかして。え、なんかさ、パイの実みたい。なんかさ、え、なんかトルソーさ、ちゃんとしたいじゃない。え、全部のトルソーこんな感じなの。え、これ中身がこういうこと。はっ、すっげえ。何を感動、感動してる場合じゃないの。え、待って、右向い、左向いて。左、これ、これあれ最初のところじゃん。あ、ほんとだ、すげえ。あ、これがいいことよ。これだ、これあるよって言ってたやつよ。うん、きた、きた。え、結構進んだんじゃないの。え、しかもさ、これさ、うん、これが倒れたことによってあっちに行けるみたいな。お前天才、あれあれ、え、ちょっと褒め損じゃないですか。お前天才って言われるとこだったもんね。危ねえ、いや、まあ、手まで言ってたわ、ね、手しか言ってない。あ、待って、ロック済み。手出さなくてよかった。手は出したんだわ、確かに。手しか、うわー、開いた、開いたね、入っちゃった。何、うん、あ、ビデオテープ、もしかして。ビデオテープじゃない、電源ついてるよ。え、めっちゃ水筒おしゃれじゃん。入れまーす、入れます。お、うん、何、なんかすごいリアルだね。なんか怖いよ、これは。よくない、全然見てねえじゃん、お前。見てる、見てる、見てる。顔、ちょっと。ちゃんと薄めて、何これ。え、でも何も起きてないね、なんか。え、なんか。お、なんか雷みたい。雷、本当に雷？わかんない。なんか暴れてんのかもしれないよ、なんかは。何かの言葉かもしれない。パラノーラルアクティビティで草、確かに。何何何何、そういうホラー映画があるんですよ。あ、なるほどね。あ、なんか来たよ。顔見ちゃ、来た？ちょっとでかかった、面白かった、今。何、出た？今。え、出た、出かった。ねえ、目つぶってるやん、もう。片目しか。あ、なんかいる、動いてる、何あれ、何。え、なんかめっちゃ背でかくない。え、でか、巨人？プロレスラーだよ。巨人ってこと？ホテル型の巨人？ホテル型の巨人ってこと？ピーン！あ、ブルー。え、どっち、それラプちゃんの声、どっち、ラプちゃんの声だった。うん、そうどう、ずー、え、終わっちゃったんだけど。え、ちょっと期待外れだった。そういうこと言うな。もっとブワーンってよ、もっとブワーンって。怖いから来なくていいよ。なるほどね。でも博士は怖がってたからいいか。うん、怖いんだ。え、普通の人は怖がるんだ。めっちゃさ、おしゃれだよ。おしゃれだね、これ。ちょっとなんで我が輩が普通じゃないみたいに言うの。え、いいことだよ、強いの。いやー、足見て埋まってるから。足埋まってない、本当だ、地面に。ウケる。え、おっさんトイレ中なんだけど。え、ちょっと待って、出ていこうよ。ちょっと、やだやだ、すいません。大かもしれない。博士さんのエッチ。お、なんかあの扉じゃないですか、禁断の扉。おお、最後の扉2個あるんだけど、まあ、開かないか。どっちか行くみたいな感じじゃないの。あ、なるほど、選択肢があるの、うん、そう、選択肢がある。待って、この扉両開きなんだ。すげえ、両開き。バイオハザードじゃん。開いた。え、何、え、すごい、何これ。何、え、何じゃん、監視カメラ。え、ちょっといい趣味してる。え、悪い趣味やろ。え、全部見てるってこと。待って、右下なんか光ってるけど、なメモじゃない。お、あ、違う、なんかガラガラ。ガラガラ、え、ガラガラやばい。ガラガラやばい。赤ちゃんプレイして。パパ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 パ。おそらくスパイダーロックを。スパイダーロックって何。雲の。スパイダーロックやばい。雲の鍵、ね、雲の鍵、これ絶対見てたらなんか来るって、こういうシアタールーム欲しいな。だからシアタールームで見てるところがさ、うん、人の部屋やで。え、すごい、なんか貴族の集いって感じです。あ、ね、これでなんかデスゲームをさせて。そう。え、いいなすごい。すごいな。確かに。これでさ、バトルロワイヤルみたいなしてさ、毎日一人ずつ殺していかなきゃいけないみたいな。いい趣味して。漫画になりそう、漫画。ちょっと見てて。いいよ。絶対なんか出てくるやろ、こんなの。おじさんとか動かないのかな、あれ。おじさんここ映ってる？あ、そう、映ってる、ほら。ほんとだ。おじさん動かないのかな。さっきのどこだ、あれ。ね。全然動かねえじゃん。右上、この扉の前だもん、ね。え、なんか人いるかね、これ。ほんとだ。いるね、人いるね。ここに行った方がいいってこと。これあれじゃん、入り口のさ、とこだよね、うん、あの階段の下。あ、今危険なんじゃない、行ったら。行こうぜ。危険。行けってことだよね。絶対行けってことだ、行こうぜ。なんなんだ、話は進まねえぜ。お、なんかさ、チーム、ね、あ、でも待って待って、さっきのやつは撤去されてる。撤去されてる。なんで急に綺麗にすんの。
誰が綺麗にしたの？誰が掃除してくれたの？食べたんじゃないの？ラプちゃん、この掃除してくれる人雇った方がいいんじゃない？確かに、マジです。左。おじさんまだいる、マジで掃除してくれる人雇いたい。いや、この、ここに住めばやってくれるよ。え、めっちゃいいじゃん。あの、キーもなかったことになるよ。行こうかな。行ってらっしゃい。え、だってめっちゃ行くの？今までありがとうね。嘘。そんな死ぬ前提みたいな。大丈夫、我が輩死なないから。あ、そうだね。うん、不死身だから。で、ここにいたよね、さっき。この、とね。あれ？いなくない？なくなっちゃったね。あれ、待って、檻が出てない？あった、この檻。え、檻2個目？2個目？どこに行くんだろう。俺2個目勝ちか。で、うん？どこ、何するんだろうね今。ね。鍵できちゃったもんね。あ、これか。スパイダー鍵。スパイダー鍵ってなんだ。スパイダーロック。さっきもありましたって言われた。あ、え、スパイダーロックってもしかしてさ、うん、あの最後の扉だと思ってるやつかな。ああ。思い込みの。え、なんかゲロ吐いてね。待って、なんかね、なんかなんか白くなってる。やめてよ。ゲロの掃除するやつだよね。なんで死体の前にゲロ掃除しろよ。確かに、あの金、あの世でも。うん。何？もう素敵な絵。スパイダーロック。絶対ここでしょ。これやな。やってみよう。バイちゃったー！すごい！なんでこんなさ、簡単に開くのにさ、鍵、ガラガラみたいな。ついてんだろう。ね、あの穴にこれ刺してんじゃない？あ、なるほどね。はい、行きまーす。はい、左見て。左。わあ、なんか文字書いてある。うん、本当だ。I am going to guard your all from behind。あなた、ん？前。from behind のとこ。すべての前からあなたと握手したい。I'll rip your butt。R.I.P. your フェイスオフ。フェイスか。フェイスイズオフ？チューしようってことで。ね、ほら言ったじゃん、我が輩さ、ずっとチューされてるって。あ、そう、オープニングのとこで。うん。え、本当にチュー？え、なんか我が輩ずっとチュってされてた。え、さ、これ前から握手して、チューするってこと？うん、え、ちょっと、どういう？あ、全然違うじゃん。後ろから切り刻んでやるらしい。なんだよ。ね、チューは？チュー。後ろから切、おい。背中の傷は剣士の恥させるか。よし、博士ならいいよ。うん、剣士じゃないからね。ラプちゃんも剣士じゃないやろ。いや、あ、なんか人、あ、自分じゃない？これ太ってなかった。恐るることはない。太ってないの？なんであれ通れねえんだよ。じゃ待って、え、これ自分と見せかけて違う人じゃない？違う人っぽくない？だって歩かないよ。え、確かに、うん、え、ちょっともうちょっと前行こうよ。あ、これ取ろう。何？ペン、トカン。あ、四角い磁気機。これはどの扉を開けることができるんですか？磁気機？磁気機？ここから見つける扉じゃない？見たことないよね。ね、ここから見つけるんよ。え、マジでおもろい。おもろい、よかった。マジでおもろい、これ。これはもう後悔している。嘘。怖い。なんか絶対に自分じゃ選ばないゲームだけど、うん、なんか博士がやってくれて嬉しい。ほんと？うん。嬉しい。ちょっとおもろいやん、これ。よかった。うん。あ、これじゃん？磁気機。あ、ほんまや！あ、4つ見つけなきゃ。あと4つもあるの？大変ですね。大変ですね。え、マジだね、あの、うん、もう1個さ、スパイダーロックがあったよね。どこだっけ？あったね、2階だよね。スパイダーロック、2階の、変な人いたとこ。どっちだっけ？前、あ、前のとこか。うん、結構マスボスさんのところ、一番嫌だったやつや。なんか閉じ込められたところで。あそこ、あそこ、直進。ここ人いるかも。お、まだいるじゃん。いたよね、今いたよね。ね、なんで？いたね。なんでっているだろう、ずっといるんだから。むしろなんで我々がいるんだよ、じゃない。さっきいなかったじゃん。ここ入りたいのに。いるって。え、大丈夫だよ。もうどうせいないから。見たら怒る。やば、なんか。お願いします、いないでください。ラプちゃんが怒られるんで。やめよう。お前怒られるんでいないでください。オーケーな、行こうぜ。ロックかっけー。え？何？あ、何？なんか急にアメリカになった。あ、なんかかわいい。かわいい。え？人殺せそうなやつ見つけた。ナイス。ナイス。応戦してやるぜ。いいね、ボルトカッター。あなたは城と鎖を突破することができます。え？超いいじゃん。城もいけんの？え？じゃああれいけんじゃん。赤いさ、城。あったよね。赤い城いっぱいあったよね。なんか2個ぐらいあった気がする。いけるやん。待って、これ何？
開いてる。うんうんうん。これなんこれ。びっくり箱。意味がない箱。おしゃれ箱、おしゃれ箱。可愛さを演出。待ってください。上から、ね、あのおじさんか。まだあのおじさんまだいんの？あのおじさんずっとあそこに。ね、でも多分我々もまだいんのあいつらと思われてるよ。確かに。うん、早く帰れよって思う。まだ調査してんの？帰る？帰る？ね、ここもうない？これだけ。ないんじゃない？ここペッ飛び降りればいいのにね。ね、ギリ死なないの、ギリ死なないの。大丈夫、どうせ何もいないから。いるよー。大丈夫、大丈夫、そんなさ、天丼いいって、天丼。さすがのお化けさんも分かってるって、ほら。本当だ。ね、いないでしょ？いや、分かってる。ね、だからホラーゲームやりすぎて、ホラーゲームのこと大体分かるねん。さすがや。え、じゃあ、ちゃんと今から出てくるって言ってみてね。うん、絶対やだ。なんで？教えてよ。え、そんなんしたらさ、やっぱ博士のさ、新鮮な反応楽しめないじゃん。いや大丈夫、声はあの、うん、箸が転がっただけでも新鮮な反応するから大丈夫。ラクちゃんがちょっとハードル低いな。ちょっとペッとか言うだけで新鮮な反応するから、うん、急に言うだけで。一番怖いところでペッって言うわどういうこと？一番博士が極限状態のえもう無理もう無理ってところで、その時多分ねペッ、ラクちゃんがペッって言っても聞こえないから。でもさ、今さ、ちょっとしか見えてないの、なんでそんな怖がんの？だからなんかいるからだよ。あ、こっちに来るかもしれなくない？ あ、そっか。よし、これをぶっ壊そう。なんかいるかも。あ、ピッ！はい。はい。なんか血があります。なんかね、いつもあるじゃん。そうね。だいぶ見慣れてきた。え、なんかさ、ちょっと、色が。はれてんじゃん、これ、ね。そうだよね。ちょっと年季入ってるね。はれてるって言うと、あれ、みんなが過剰反応する。畑の話かよ。ね。毛じゃない、壁の話。畑の話かよ。後ろ、行くよ、後ろ。はい、お願いします。なんもない、ガチで。ほんとだ。なんもねえ。ないよ、ないよ。なんもねえじゃん。でも、地下がある。いいね、地下。地下って怖いよね。タイヤだ。タイヤへの反応。タイヤだ。同じ反応だった。ね、タイヤだ。タイヤだ。これ何？これ。これ何？これ、受ける。なんかあるか。なんか、つながってる。あ、ダクトじゃん、ダクト。あ、なるほどね。なるほどね。あんまいじらんとこ。よいしょ。下がるよ。あいよ。うわ、暗いよー。めっちゃ暗くない？え、まあ、地下だから、そっか。ほんとだ、あ、もう、あれだね。え、何これ？何これ？何これ？何わかんない。何これ？わかんない。コップ？え、虫かと思った。虫じゃない。めっちゃクソでけえ虫かと思った。こっち。あ、人いる！あおもろすぎる、やばい。ねえ、これさ、博士のお宅に殺されんじゃないの、我が輩。なんで？死んでる。大丈夫だよ、うん、明らかに死んでると思ったら足掴まれる。え、やだあれ、そうだって今だって、うん、そういう予測するの上手なんでしょ。え、大丈夫だよ、どうせする、どうせする、どうせする、大丈夫。するするする、うん、する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 。え、もう地下じゃなくなっちゃったじゃん。地下、地下、もう地下終わりかよ。地下すぎ、好きすぎるだろう。やっぱね、やっぱ地下が一番落ち着くんだ、我が家は。え、なんか開くの遅っ。本当だ。ね、なんか突っかえてたみたいな。え、おいおいおい、そういうこと言うのやめよう。めっちゃ広いじゃん、この家。そういうこと言うのやめよう。あ、なんかほらー、なんかある。アイシーしか読めないね。ちょっと開いてる。人がいそう。え、いそう。この後ろに今ね、あの壁の扉の後ろにさ、あ、カメラ。え、え、録画撮れるよ、証拠が撮れるんだ、これで。撮らせるっき。あ、スマホか。あ、ちょっと無駄にしたんじゃないの？どうしよう、捕獲とか書いてあるよ。捕獲ゼロ何？ 60fps やば。お前モニター買い直した方がええで。60fps 何？何？あ、これ。60fps。超常現象を捉えるためのカメラ。え、何それ？マウスの左クリックで写真をキャプチャーする。マウスの右クリックして暗視をアクティブにします。え？何それ？よっしゃ、スナップ撮ろうぜ。幽霊の。うん。おいおい、充電なくなっちゃうよ。ほんとだ、やばい。やめろ。やばい、やっちゃった。不要意な。カメラの使用、あ、なんか、え、すごい。回復した？え、自力で回復すんの？わかんない。チートやろ。チートやろ。チートだ。だから充電が続く限りは動画が撮れるってことだよね。そういうこと。あ、動画じゃなくてこれ写真っぽいよ。あ、そうなの？え、バケモンスナップって言われてる。バケモンスナップ来たー。バケモンゲットだぜ。楽しみ。声をちょっと。目つぶっちゃダメってこと。テレテ。あ、そうだよ。もう無理だよ。これ暗視しなきゃいけないの？何？え、中にいるんじゃない人？なんか人がいる。キャー言ってるもん。これじゃあこれ開けて撮る。失礼します。あ、ゾーンって言ってる。スキャンダル失礼します。
絶対開けた瞬間取ればいける。あ、なんかロックでした。ロックでした。いや、殺されてる殺されてる。あ、殺されてる。やばい。コメント欄が死んだから。あ、なんで本当だ。やばい、コメント欄見れてなかった。コメント欄。なんかバタバタ言ってる。ねえ、殺されちゃうんじゃないの。やばいよ。あ、ほら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 。キャー。あ、開けられる？いけ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 。開かない開かない開かない。ガチ？ガチだわ。全然開かねえじゃん。え、とりあえずさ、あの壁に書いてあったやつ、あ、確かに読もうぜ。でも殺されまくってる。いいよ、ほっとけ。 I see you。 え、なんかニコってしてるんだよ。見てるぜ、イエイ。なになになに、友好的なの、その人は。え、そうなんじゃないの。いける？いけない。ニコニコマークか。なんかさ、ドアを開けようとするためにキューッとなるの、おもろいんだけど。何度も引っ張って、何度も殺されてる。我々のさ、なんか苦しめてる説あるね。ね、かわいそうだね。もう開けないようにしてあげよう。あ、時計。あ、あ、やはりあっちに向いてスコアしてるんだね。またキャキャやってるわ、ね、え、めっちゃいいキッチン。何回死ぬんや。あ、開いた。あ、開いた、いいね。取る取る。まだ取らな、何も起きてなくない。でもさ、取るだけはタダだよね。そうだよ。待って、これ暗視をさしたらさ、もしかしたらいるとかある。あ、あるんじゃね。ないわ。あ、ないんだ。ないんかよ。ないんか。ちょ、右端はトイレだ。トイレありすぎじゃない。ちょっと待って、トイレ広くね。ね、部屋かと思ったら。え、待って、だってトイレを見る椅子があるよ。やば。そういう、ちょっとやめてよ。え、そういうとこ、これやめてよ。何、まだそんな夜中じゃないですよ。ちょっとまだまだ21時台ですよ。まだですよ。え、これもしかしてさ、うん、そういうプレイ的なさ、うん、ところでさ、うん、んで、あ、彼らは今プレイしてるのかもしれない。プレイしてる。じゃあ邪魔しない方がいいよ。SM プレイしてるんだよ。じゃあ邪魔しない方がいい。だから死んでないかな、うん、何度もギャーギャー言ってるんや。ああああ、待って、なんかコメント欄動いてなかったわ。ちょっと待って、ね、動いた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 。よいしょ。やめなさいって言われたわ、動き始めた。いやいや、怒られてな。誰もがお互いを殺しています。どういうことや。どこからともなくナイフが揺れ、人々は戦い、そしてその完全な混乱。私は何人かが彼らの命を奪うのを見ました。神様、今私たちを救ってください。主の十字架が私のそばに留まりますように。やっぱ、え、デスゲームされてるってことじゃない？え、うちらはどの立場ってことなんだけど、どういうこと？デスゲ、あ、一個見つけた。デスゲームに呼ばれたんじゃない？あー、なるほどね。参加者として、なんだこれ。あの監視カメラの部屋にずっといればよかった。ね、あそこは、あそこ最高だったね。ね、あそこにいたら殺してるのが見えるかも。でも嫌だな、ね、見たくはないな。そう。あ、緑？あ、ほんとだ、緑だ。あ、え、緑関係なかった。うん、赤も緑もあったもんね。ね、うん、おっきいじゃん。おっきいじゃん。黒が一番大きくて、確かに赤がでかかった。白ちっちゃくない？でも緑の方がちっちゃくない？やべ、大きさまで覚えてねー。でも赤はクソでかかった。黒は、あ、それが速さ。速さ。一番速いな。覚えてねー。覚えてねー。やべー、マジで覚えてねー。あ、これさ、数えてみればいいんじゃない？頂点から。1、2、3、4、5、6、7、14秒ぐらいだわ、一瞬。でも半周7秒。なっちゃん、メモって。オッケー。緑、半周7秒ね。半周7秒。さあ、これは小よりのこのカウントがいつでも同じだったらですけどね。確かに。なんか7秒っていうか、まあ、速さ？一番速い、うん、二番目に速いみたいな感じかなって、うん。帰り道でチェックすればいいよね。ね、そうね、赤は。うんうんうん、なんかガタガタって言った。終わったか、プレイ終わったんじゃないの。プレイ終わった、ね、音楽なんて、何これ。あ、本、何の本だ。もう分かんね、読めない、ちっちゃいな文字が。ちっちゃいな、あ、これあれやん、デッドスピーク下にもあった。でもちゃんとね、これね、ついてるんだよね。電源ついてない、ついてるの。あ、これちっちゃいバージョンだ。ちょっと待って、こんなクッションとかいう不安定なのどうすんの、こぼしたら。なんで、しかもそこに留まれてるんだ。え、すごいよね、これ。せめて穴のとこに置いてくれ。お、なんか音楽みたいな聞こえる、ね、音楽流れてる。ノリノリやん。はぁ、開かない。めちゃめちゃ開かないドア多いな。ね、中から音楽流れてるのかな、もしかして。あー、なるほどね。あ、
あのプレイのとこ行ってみる？うん、終わったと思う、プレイ。プレイのとこ一番多分怖い。血だらけなんだ、どうせ。あー、ほらー、ういー、ういー、出てるー。ういちー。これはいけるやつ。え、またいけないの？でもロック済みって出なくない？え、わかんない。押したら。あ、ロック済みだー。まだですねー。いつになったら終わんの？まじ、もうお楽しみなんですよ。次、つっかえてるんですけどやだよ、SM くらいわざわざ連れてきたのに、博士。いや、これ、あ、こういうと、ラプちゃんが入るってこと？次、次は。SM プレイされる。うん、が入ってまた。あ、待って、ここ閉じてる。もう開かないの。お、おー、わお。わお。わお。ロックされちゃった。え、ここに入ってるの？何、何、何、何？入ったらなんか、あれが、あれじゃない？ここが終わったんじゃない？お、マジ？見に行こうぜ。おう。あれ？違いました。ねえ、いつ終わるの？終わんないよ、もう。またはめいてるわ。まだ、まだ、エイデル。ふっ、あ、エイデルやば。殺伐あ、落ちた？ふん。あ、ほんとだ、かけじ、かけ、あ、何が？なんか落ちてる、落ちてる。なるほど、なるほど。え、なんかすごい荒れてる。待って、笑ってる、笑ってる、笑ってる。あ、また本じゃない？本が。え、なに？待って、テレビどこ行った？え、なんかさ、バラバラになってるくない？これ。え、すごい。さっきと全然違う置き方になってる。ね、どういうこと？戻さなきゃいけないとか。え、戻す。でも戻す能力はなさそう。確かに。なんか、光ってる？あ、ただの人だ。オードリー・ヘップバーンや。それ、オードリー・ヘップバーンに、失礼じゃない？え、嘘？あの、オードリー・ヘップバーン。あの女性、オードリー・ヘップバーン。あ、そうなの？わかんないけど。チラッと見た感じ。ボールがある。何このボール。蹴れる？蹴れない、蹴れない。サッカーしようぜ。え、めちゃくちゃ荒れてるね、ここ。ね、めっちゃ荒れてる。え？どうすんやん。え？あ、写真撮ってみなよ。なるほど。あ、確かに。はい、チーズ。なんもない。なんもない。なんもないっす。ドアの前とか？え？ドアの前？うん、あの開かないあのドア。ここ？あ、こっちじゃなくて、あのプレイしてる。プレイ中の？そうそうそう。プレイ中のドア先取んなかったっけ？取ったっけ？わかんない。ああ！お、終わった？あ、これまた落ちたよ。落ちた。終わったかも。え？いや、終わってないかも。やってんな。写真撮ろうぜ。ダメだわ。やっぱ投資は物理は無理なんや。何やった？こう入る？取ってみる？ないねー。ないねー。ないねー。ただ暗い部屋にいる人たちになってる。暗い部屋でなんか知らない部屋で写真撮りまくってる。楽しんでる人みたいになってる、ね、イエーイ記念室イエーイ、え、しかも芳香剤さ、芳香剤だけはまだ鎮座してる、ね、なんでこの一番倒れやすいやつ倒れねえんだわなんでやねんなえ、なんか天井やばくない？あ、この上って上って言ってる時にじゃない、もしかして。あ、なるほどね。天井は多分ね、これ木の影やん。ただの影かよ。え、ちょっと上って声聞こえたら撮ってみる？ OK よ。なかなか来ないじゃねえかよ。来なそうだな、うん。来て欲しくない時来んのに来て欲しい時来ねえじゃん。ね、ほんとそれなんだよな。なんだよマジで。でも兄さん、あそこが閉じ込められてるってことは、ここでやるしかないもんね、今ね。あ、でや。とりあえず撮るのやめろ。100% まで行ってたから、もったいないな、充電と思って。100% まで行くんだ。うん、500% 戻る。あ、みんなに見えてないね。コメントが被ってんの。あ、そうなん。あ、ほんとだ。ジムに被ってるわ。コメントの場所変えよう。よいしょ。優しい。はい、量。優しい。はい、量。60fps はここに書いてあります。ちなみに。見えてなかった。カメラの FPS 低く。お、なんか。終わった？プレイ。わかんない。近づいたら始めんじゃね？近づいたら追っ始めるよ、きっと。あ、おいで！何があったの？時間経過系だったのかな？かな？
野心も強く待った我々の勝利ですよ。そういうことですよ。水飲んだ。うまっ。これ我々のターンってことだもんね。とりあえず写真撮るからちょっとここでイチャコラするってことでしょ。そうだよ。失礼しまーす。よろしくお願いします。ナプちゃんよろしくお願いします。初めてなんですけど。あ、なにこれ。これも初めて。 We refuse to do what you want。 もう待てない。え、ちょっとそれっぽい。 We don't want to be here。 我々はここに来たくなかった。なんかよくわかんね。コメント欄見ようぜ、コメント欄。ダメだ、もうラップコヨエッチでもう。おい、もうみんな脳みそ溶けてんじゃねえかよ。溶けてる。でこれさ、これ取ったらなんか起きそうじゃない？あ、待って、これ鍵だ。え？ 2 の鍵。あ、ほんとだ。うわ、なんか起きるよ。いいとね。取ってみる？あ、いいね。なんかあった？なんも起きねえ。何も起きねえわ。ここでなんか起きるもんなんじゃないんですか。外出たら起きんじゃないの。やだ。開いてる。開いてる。ラッキー。ラッキー。2の塔かどこだっけ？2の塔は。忘れた。忘れたね。あ、てかここあれやん。地下。また一回地下行くんだ。めんどくさーい。なんか食べられてる。待って。むしゃー。どう？なんもない。ない。なんでな。あ、待って。え？なんか暗くない？暗っ。なんか弱ってない？懐中電灯。やばい、もうカメラで撮って進むしかねえよ。そういうことか。え、人いなくなっちゃった。あ、まだわかんない。本当だ、なっちゃったよね。いない、待って、 69% になっちゃった。やっぱ一旦止まって、回復？回復、回復して。でも明るいかも。あ、本当だ、もう明るくなっちゃったんだ。さっきの写真撮るポイントだったのでは。え、マジ？わかんないけど。戻らなくていい。いいよ、いいよ、もう。いいよ。お前は進むだけで偉いんだ。偉い。本当に偉い。だよ、二度扉開けよう。二の扉どこ？わかんない。忘れた。メモは？あれ？これあった？あった。あった？うん。あったわ。後ろから刺して。そうそうだ。あれ？ここは？あ、ここね。赤の2はね、2階だった。2階、ありがとう。うん、待って、なんか、ういういって言ってる。あのおじさん撮る？あ、いいじゃん、おじさん撮りなよ。やばい。死んでるのは対象外なのかもね。なるほどね。この声何なんだろう。何なんだろう。脳内から直接語りかけてくる系のやつ。ね、これ自分の声だと思ってたけど違うっぽいもんね。絶対違うだろ。とか言ってるね。なんか、はぁはぁ。怖くてハーハーしてんのかなって思ったんだよ。ハーハーは違うんじゃない？レッツゴー、もしかしてこれあれだ、発情されてるんじゃない？あー、なんかがゴワゴワ言ってる。雷じゃん。雷か、外か、うん、雷は大丈夫だよ。まあ、そうだね。うん、雷は自然現象だから。そうだよ、全然大丈夫。でも幽霊も自然現象なの。違うやろ、幽霊。そうなの。怖いよ、幽霊は。いない、でも幽霊はいないんだ、この世の中に。そうだね、幽霊いないね、怖くないね。ないね。あ、ここにじゃない。怖くないね。怖くない。煽るのやめた。に？やばい、顎外れた。え、なんで？笑い。やばい。早いね、それ。そんな危険な。危ない。見守ってるのに、危ない。見守ってる人が顎が外れる。うおー、開くじゃん。バスルーム。綺麗なバスルーム。さっきの人いないね。お風呂入ってた。もうあの人はだってあの部屋で入ってるから。で、なんかその歩くね。え、ある？ないか。ないか。じゃあ一回撮るじゃん。なんもないでーす。ないもね。ないもね。なんマジでトイレ多すぎない？確かに。なんか、これさ、一つ一つがさ、居住区なんだと思ってたらさ、一個一個がトイレなんだけど。おー、え、全部入れんの？すごい。あ、檻だ。テトリスみたいになってる、檻が。やば。消えちゃうよ、下の段。ちょ、見ますよ。はい。なんか入れねじゃね？なんか入ったら見ますよとか言って横見んのやめろ。全部我が家が見るやつじゃん。確認してもらってからやん。これ入れるよ、絶対檻の中。入ろうぜ。入れないんじゃない？ほら。入れねえのか。ちょっと入れる風にしないでよね。ね、なんか、期待しちゃう。入れてるみたいな。ね。撮ってみたわ。え、なんで？なんもないわ。まともにカメラ使えてるとこ見たことないね。まだだって捕獲ゼロってか、あ！あ、でっか！ほら、黒が、ああ、ダメだったんじゃない？まだ。え、この家
が問題になっていますか？この場所については何も正常ではありません。うわ、長その全て非常に珍しいと感じます。非常に珍しいです。しかしなぜ彼らはまだ私を攻撃しないのですか？失われた命が家中に散らばっているのになぜ彼らは私が生きること。そうだよね、確かに。うろうろしてるのにさね。前に彼らは私をストーカーします。振り返るたび私はそれらを見ます。目を閉じるたびに聞こえます。彼らは至る所にいます。どこでも。そうだね。ね、なんかさ、驚かしてくるけどさ、殺しはしないよね。ね、ちらっと目に映ってるだけだもんね。正しくありません。どれも正しくありません。何かを私のボルトを盗んだ。誰かが私を殺そうとしてると思う。そして私はこの家に閉じ込められている。ああ、そうだね。私は生き残るつもりです。生き残ることを誓います。私はしなければなりません。なんか何かを。まあ、とりあえず、生き残って何か成し遂げようって話だよね、これ。脱出せよってことやな。うん。なんで？でももう結構黒い大きい時計があったからね。ん？あれ？あ、さっきの黒い大きい時計からだよ。ね、大きい時計が、あ、これ大きい時計が一番早いんじゃない？もしかして。1だったよ。見回してんね。黒いでかい、黒い時計。そう、早いね。黒が1だけは確定してたから。確かに。大きさじゃないしね。赤い方が大きいもんね。うん。2番目ぐらいじゃね。赤はまだ測ってない。え、これ青？黒？え、青っぽい。青っぽ。なんか青っぽいな。じゃ、青？ハテナにしとくわ。そうだね。待って、ちょっと数えるわ。オッケー。青。ハテナ。1、2、3、4、5、6。本当に？6秒6秒だったら緑より早いよ。そうだね。うん。でも、コヨの今のさ、位置さ、うん。今までの位置とさっきの位置と同じ。いや、まあ、それはもう博士を信じるよ。あ、信じて。うん、信じるよ。6ね。待って。じゃ、これ見るわ。なかった？なんもない。絵画です。ああ、素敵。もう素敵やね。ね。広いんだ、ほんと。ピー、広っ。ピーって何？びっくりした時の声。うん、ピー広いね。なんだここ。あ、なんか入ってる。20。え？ロックされてる。20の10がなんかおしゃれなやつ。ね、ジャーってされてる。あ、メモしてんね。ようメモしとる。いや、もう忘れちゃうからね。あ、わっ！なんか割れた？割れました。何割ってんの？あ、割っちゃうかもしれない。ここに、あ、違う。え？何割れたの？なんか、あ、暗くなった。あ、電気消えちゃった。消えちゃった、壊れちゃった。もうどうすんの？やだ。高いかも、上から吊るされてた電気だから。あら。やだ。これ何？あ、お本だ。なんでびっくりした、あれかと思ってわ。あ、日本酒みたい。いや、もう頑張って生き残ったら祝杯あげようや。祝杯、あ、開いてる。招き入れる姿勢じゃん。いけ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 。いいよ。いくよ。うん。目つぶります。なんでだよ。これといってなんもないっすよ。なんもない。うん。うん？ん？何？ここ来たことある？え、わかんない。え、もうちょっと見たらわかるか。迷子じゃない？我々。ここは来たことない。ない。ないね。ないわ。ないね。いっぱいあるビデオテープ。全部見よう。あ、鍵 !3 個目。あともう一個あればあそこが開くね。あ、いいね。順調やん。え、ビデオ見る？順調。ビデオ見れなくない？ここ。まだカセット。あ、ビデオねえじゃん。ビデオテープ見る部屋が。そこまで行かないとダメなの、ね。あ、メモ来たー。メモ来ちゃー。どれ？これ？屋根裏部屋に爆弾があります。爆弾は家中のすべてのガスボンベに接続されています。私はこの場所を地面に焼き払う準備ができています。それが唯一の方法です。ここに十字架を残しました。私が失敗した場合はそれを持ってあなたのそばに持ってきてください。十字架？十字架なんてどこにあんの？十字架取られとるやん。十字架なくなっちゃったかな。でも十字架がなくなってるってことはさ、十字架はさ、うん、苦手ってことじゃない？確かに。じゃあ十字架見つけたら勝利じゃね、これ、うん、見つけよう。死に物狂いで見つけるぞ。見つけるぞ。なんだこれ、ドアがなんか変じゃん。ドア破壊されてる。破壊されてる。招き入れるための姿勢じゃん。しかもなんか押さえてるのは、ね、絶対閉じないように押さえてる。赤い扉だ。失礼します。失礼します。あ、なんか、あ、これさ、あ、じゃない、あ、電気つけられそうじゃない。あ、確かに。ブレーカー落ちてるから鍵さえあれば。あ、なんだこれは。これ、あ、青の
おお、なにこれ、全部重ねる、お、なんかいけそうな感じする、いけそう、あれ、あああああもうバカ、お、開いた、いいね、開いたね、冷静、ああいうさ通り過ぎるやつをさ瞬間的に写真に収めることができたら捕獲1位とかなるのかな。え、でも今ね、この、うん、あれ押すやつは、うん、このこのぐるぐるを止めるのに使ってたからできなさそうだった。もうちょっとさ落ち着いてる時に来てくれれば写真撮れるのにね。本当だよね、バケモンスナップね、バケモンマジで。え、なにこれ、秘密の材料が、秘密の材料、あれじゃない、あれ爆弾仕掛ける、あ、爆弾じゃない、屋上で使える、なるほど、秘密の材料、これちゃんと持っとかないと、そうそうそう、これ取られたら終わりや、終わりや、我々はゲームオーバーよ、ゲームオーバーにはなりたくない、なりたくない、なんゲームオーバーになったら終わるからですね、なんだこのこの隙間はね、使いづらい隙間、ね、なん建築ミスだ、建築ミス、冷蔵庫しか置けないやん、置く、置いてない、そこに置かないんじゃないですか、赤い扉だもんね、はい、ねえ、あ、ビビってる、ビビってる、ビビってる、やばい、ビビってるよ、進行がビビるとこっちもビビるからやめてくれ、鍵ないの、ねえ、なんだ、赤のバッ、青のバッ、バッ、バッ、ちょっと埋めましとこう、これね、うん、最初ね、青のバッツ、 X、 すごい心臓バクバクいってるじゃん、どうなんすかね、どうなんすか、近くになんかいるときはバクバクしちゃうのかな、ね、見た後が多分バクバクしてる、あ、見た後か、え、これさ、でもさ、あれだよね、ビデオテープをまず見に行くか、これ、そうだね、一体何だったのって書いてある、何階だっけ、ビデオテープって、どこだっけ、なんかめっちゃ遠かった気がするんだけど、ね、だって地下とかじゃなかった、そんな、ここはトイレな、ん、トイレか、なんだここは、え、ここ開いてた、え、ここ知らん、知らんよね、ここ知らん、はい、行きたくない、失礼しまーす、あ、またビデオテープ、あ、ビデオテープある、この、あ、ほら、あ、来たわ、ここ、あ、あ、あ、ここから来たんだ、入り口だ、ここから来たんや、紛らわしいわねー、こっち行ってないのか、我々、うん、先に右行っちゃったのかな、あ、でもこれが開かない、開いたー、開いたー、フラグ回収してきたから開いたんかな、さっき開いてないかな、ちょっと忘れちゃったね、めっちゃ広い、階が、え、け、なんもないね、でも、でも段ボールで、段ボールで道を塞がれている、あ、外が見える、外が血だらけ、外が、あ、違うか、外側からの血、いや、ガラスじゃない、これガラスについてる血、内側からの血か、外側からの血だったらもう外もダメじゃんって思ったけど、ね、逃げられないね、これ段ボールぐらいベーンってやったらさ、そうだよ、逃げそうな、あれよ、なんでいけねえんだよ、めちゃくそ重いんじゃない、そっか、帰る、えぐいぐらい重い、でも帰るときなんか出そうじゃない、やば、画面用意してきた、大丈夫、うん、すべて今集中してる、オッケー、めっちゃ見てくれてるもんね、画面、うん、ね、チラチラ見ようと思ったんだけど、いけるっしょ、あ、これは書いてあるなんか書いてあるね、見ようぜ、 To us The two of us for ride life life 我々の人生のために我々の2つは、ん、どういうこと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 、なんでもない、何でもない、これしかない部屋ってどういうことなの、この文字を読ませるためだけの部屋でしょ、ね、ってことはさ、これ入ってさ出たらさ、うん、なんかするフラグなんじゃないの、なんもないな、ゆっくりめに動かすね、ゆっくりの方が弱いよね、いいよ全然、ほんと、うん、キモって思ったらこっち見るから、無理せんでな、うん、ここから来た、じゃあ帰るか、ビデオテープ、ビデオテープ、ここから帰れんのかな、もしかしたら、そんなことないか、ビデオテープ地下だよね、え、ビデオテープ地下ではない、嘘、2階え、地下だっけ、え、忘れちゃった、なんか開いてる、え、お、なんか落とした、落とした、箸落としたんじゃない、箸、ビビらなきゃ、箸落ちたらビビんなきゃいけないからね、そういう決まりだった、うん、ここより、え、何このとこの隙間は、ね、
ここすごい掃除大変そうね。何なのこの隙間、大すごい埃たまるとこで。これ初めて、お初、ここ。あ、ここもしかして、あ、何これ、戻ってきた。あ、戻ってきてる。あ、ってことはここじゃなかったビデオ、あ、違うわ。ここは全部監視できるので、全部全ての監視。ここや。あ、いいね。なんで都合いいなおい。待って、このおじさん、このおじさんさ、撮るのかな。いや、なんもね。なんもね。おじさんは無力。うん、あ、さっきのおじさんじゃん。うん。見てないじゃん。見てるよ。見てないやん。見てるよ。19時だって。あ、ほんと？うん、19時17分。我が輩たちの方が夜更けじゃん。ほんとだ。でもさっき23だった気がするな。そうなの、これは19時時点かな。なんもないね。何も起きない。でもこれなん、あ、動いた？動いた動いた。なんか膝立ちになった。え？最初から膝立ちじゃなかったあのおじさん。そう、なんかさ。立ってる？え？え？曲がっ、体曲がっただけだよ。ええ体曲がっただけだったよ。カセットないって。カセットこれ回収されるんだけど、どこに行ったの。食べられちゃった。食べられちゃった。食べられちゃったよ。水開ける。新しい水開ける。いっぱいの狙いやん。なんか動いてるけど。なんなんだろう、あの、おじさんのヨガ動画。ちょっと体をひねっているところ、うん、でこれでもさ、おじさんさ、後ろに来てる可能性あるよね。確かに。おじさんいないわ。おじさんいないな。おじさんだってすぐそこだよ。これおじさん見るべきなんじゃない。確かに。急にめっちゃ元気になってたらどうする。おいーみたいな写真撮る。なんもない、なんもない。おじさんいるね。おじさんはいる。ここにさ、とりあえず2個つけとくか。うん、惜しいよな、もう1個あればね。どこなんだよ、どこなんだよ。上に、上目指してんだよね、とりあえず。上目指してんのかもちょっとよく分かんなくなってきちゃった。なんかもうとりあえず天井裏のさ、あ、そうだね、屋上に行きたいんだよね、屋上に。そうどうしよう、何すればいいんだろう。どこだ、ボルトカッター。本当に何するか分かんなくなっちゃったね、急に。ね。おじさん調べるって言われてる。おじさん調べる？近く行くか、じゃあ。ボルトカッターはね、使ったんだよね、赤い。もう一個あ、待って、なんかある。嘘。あ、本当だ。増えてる。あれ？増えてるんじゃなくてずっとあるのかも。見てなかったんだよ、ね。間空いてたからね、ここがね。非常に奇妙です。一人一人がウイルス。ウイルス？バイオハザードってこと？嘘。アンブレラ社。ってこと？そうだろ。あ、彼らの発話は変化し、彼らの行動パターンは変化します。彼らは昨日と、あ、殺人マシーンにさ、変えられてるってことじゃないの？なんか食事とかさ、ウイルスとかで。あー、なるほどね。なるほど。元は、人間だったんだ。でも殺し合いを始めてしまったってこと。待って、ここ入ってないね、もしかして。いや、普通に。入ってないね。ここにあるとかある。あるね。あ、なんか、かまど調べれば、かまど。かまど？あ、ちょ、滝。そこそこそこ。ここ？なんもない。なんか、なんもないんだ。なんもない。螺旋階段の近くに南京錠なかった？あれは開けた、最初に。あ、螺旋階段のところ開けたんだ。あれだよね。箱だよね。ほう？え？スタート地点の辺に南京錠がある。なるほど、部屋のか。螺旋階段分かりやすー。行こう。え、ここだっけ、こっちだよね。うん。結構、スタート地点の辺って言ったけど。うぃー。ん？うんうん、うぃーって言っただけ。なんかあったかと思った。扉か。扉？なかったっけ？なんかここ変わってない？嘘？変わってない。あ、これだ！ナイスー、みんなー。いや、もう全然気づかなかったわ。忘れてたよ。こんなとこあった。あ、あったよ。 あった、開く。ナイスー、行くぞ行くぞ。待って、ここもトイレなん？トイレありすぎだろ。とりあえず部屋数困ったからさ、
トイレにしてるみたいなとこあるよね。ね、もっと作るもあるやろ。うえー、来た。ゲロを通り過ぎて。来た。ゲロ。ゲロは最初からあったのかどうか。でもまださ、3と4もあるんやで。ガチ。扉。投げ。うえい。当たり。あ、3だ。なにこれ、なにこれ、なにこれ、これ。え、魔法の杖、魔法の杖。魔法の杖？え、ハリーポッター？小さなバール。あなたは木の板を取り除くことができるはずです。え？木の板？木の板？木の板なんかあったっけ？あったっけ？え？外に出れる？もしかして？だってさ、3の扉ってさ、外にあったよね。待って、待って。何？あの、1階上に上がったところにさ、窓のところ、木の板じゃなかったっけ？え？もう、あの、2階目の、3階の窓？3階はない。なんかさ、あ、3階っていうか2階？ 2 階のさらに上、木の窓だったような気がするんだけど。あ、プレイしてたとこにあったって。あ、そ、わかんねえ。SM ルームの奥、待って、SM ルームどこだっけ？ SM ルームは、あ、この奥？めっちゃ上じゃなかったっけ、SM ルーム。SM ルームは、あの、ここの奥だよね。ここの奥？この奥？この奥だっけ？違うな。なんか右じゃなかった。 SM ルームどこだっけ。地下どこから行った。あ、地下はうん、そこ左じゃね、左の部屋じゃない。うん、あ、そっちじゃなくて、こっち、そっちじゃね、わかんない。これでも地下ではない。上行っちゃって、え、合ってる、こっち、まっすぐ、この奥、この奥、 SM ルーム、あ、ここ本当だ、ここだ。あ、ナイスナイスナイス。地下や、地下。なんか木の窓が木だった気がする。ここ通りたくない。あ、なんかさ、おじさんいなくなって、なんかここ写真撮ってみれば。なんもねえわ。なんで2枚撮ったの？ちょっと今確認してなかった。一応ね。一応ね。あそこにおじさんじゃなくてお姉さんだった気がするけど、女の人じゃなかったし。女の人だっけ？記憶力ゼロ。つはよう覚えてるよ。ここ SM ルームだ。奥やね。右ここ。SM ルームの奥だよね。え？違う？わかんねえ。ここ？あ、これはただのロック扉か。あれ、これ木の板。あ、これや、これ。木の板だ。あ、木の板だ。うえ。よう見てたね。おー！あ、うわ！外だー！え？いいの？え？いいの帰れる？え？いいの？待って、赤いさ、針のさ、うん、あれ見てない、早さ。わかる。あ、適当にやってみる。適当にやる。待って、ここなんか違うな、招かれてんな。なんか新しいとこ来た。なんだこれ、新しい、なんだ、新しいな、これ。なんだなんだこれ、新しいな、これ。もしかして、あれか、研究施設みたいな。あ、待って、これさ、アンブレラ社。取れなかった。このキー全部取れるかと思ったんだけど。明かりがある。明かりだ。明かりがある。あれらしい。なんだあれは。あ、もう、あ、来た来た。これ取れ、取りのそこに。おぉ、うえぇ、ー。あれ、これさ、うちやん。うちだよね。ん？うち？さっきまで。あ、そうだね。赤い、ああ赤い時計見れる。はずよ。都合のいいところに。都合が良すぎる。早いな、赤い時計。赤い時計めっちゃ早いね。1、2、3。4秒。はいや、はいや。なんでなんかピューって言ってる。赤は4秒。う。ここはでもそれ見るだけかな。あ、でも端、ん？端目のところ？3の扉はどうやって行くんだろう。ここまでさ、ついてこられたんだもんね。閉じ。うん。あ、ここさ、あれじゃん。ここも開けられる、開けられるようになってる。どこからでも逃げられるようになってるやん。いいね。俺は最終決戦に向けて準備してますね、絶対。してますね。そう、ショートカットをオープンしているとも言う。そうですね、これは。あ、プールだ。やば。結構濁ってらっしゃる。ね、濁ってる。汚いね。入れない、モーリー。汚い。ん？ん？今年のホロライブサマーです。嫌すぎるだろ。返さないでいいですってなっちゃう、これは。いいわ、それは。あれ？ 3 の扉どこなんだろう？どこだろうね。ここ通れないか。通れなそう。ぐるぐるするしかねえんだ。そうだなー。
いろいろ沈んでそう。いや、多分絶対人間3人ぐらい沈んでるよ、このプール。あ、やだー。絶対沈んでるよ。プールの水がさ、抜けてさ、うん、出てくるんでしょ？絶対、やばい、もう想像しない。マダライブエラーサマーだって。混ざりすぎ。まあでもエラーもね、夏みたいなもんだからね、夏の風物詩だね。ここだけじゃないのかな、もしかしたら。いけるとこが。あ、なるほどね。3。ん？でも一本道だった？嘘。3どこ？ 3 は中からしか入れないのかな？かなぁ。でもなんか、あ、こっち？いける。なんだって。なんか逃げられ、あ、なんかやば。なんもない、なんもない。これ取りすぎられるんじゃない？取りすぎよ。落ちてきそう。落ちこなかった。うん、余裕。余裕。なんもないね。その扉どこ？あ、ここや！あ！え、これさ、入り口ってこと？はっ！はっ！ボートはでもないから、あっち行っても意味ないんだよね。3。はっ！はっ！はっ！これ時計の謎は解けられるってこと？解けれるね。解けれるね。解けれる。うん。時計の謎解こうぜ。先行くか。あそこの扉開いてるかな、うん、あー、どうだろう。あ、開いてる！開いてる！おい。おい。見えてきたぞ、勝利の道が。もしかして、これ、4とか行かなくても、勝てるまである。あ、来たー。蹴れるー。いや、ここでビビってた博士が懐かしいわ。ここは何も出ないって分かったからな。ね。あ、こいつ一番遅いじゃん。シル超ゆっくりじゃね？ってことは、青が、ちょっと待って。赤が一番早くて、3、2、1、4、5や。あれ？え？青は、6秒。だったよね。うん。で、緑が7秒で赤が4秒。2、1、3、5。え、これ引っ掛け？1番が一番遅い可能性があるから。あー、なるほどね、逆。5、ん？いや、一緒だ。同じ、ん？あ、違う。1が、うん。一番、うん。これ黒？これ黒なの？これ黒やない？え？これ白じゃないの？え？え？これ、照らしてるから白に見えんの？わかんない。でもこれ白だよね。え？これ黒？え？これ黒なの？あ、確かに。黒なの？え、じゃあ白がわかんない。え、白見えてないんじゃん。白の時計まだ見てないよね。見てない。あ、じゃあダメだ。これが白の時計だと思い込んでたから。うわー！ダメだ。白の時計。まあ、当てずっぽうでもいけるっちゃいけるけど。確かに。過程をね。一番遅いでしょ？一、うん、これが、1、2、3なんで、1、2、3か。うん。青、一番赤が早くて、青が2番目で、うん。緑が3番目だから、うん。で、これが一番遅いだから、うん。1、2、3。緑かな？ 1、2、3 になるわけで、ん？違う、違う、違う。ねえ。もう、総当たりで。わかんなくなっちゃった。一番遅いのを黒とするんだよね。かな？ 2、2、3、4、5。ほんと。4。次に赤よりも白の方が早いとした場合、1。あ、頭こんがらがってきた。お水飲んじゃおう。いいよ、飲んで。ここは、うん、脅かされないから。頑張って、頭脳。3、5、1、2、4。で、3、5。うん。3、5、1、2、4の4と3を交換して、4、5、1、2、ん？
3。違う。元は、次に白が遅いとすると、うん。一番早いのが1になるから、うん。1、じゃあ5になるかな。5を、3、5を、1、4に。うわー、いけないなぁ。いけないなぁ。あ、違う。3。ん？え？え？あー、なんか黒が1の理由を考えてってコメントがあったけどさ、大きさで考える？あ、これ1分？とか？うわ。なんか時計と同じぐらいの、あれだよね。うん、2、3。4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、うん、あ、15、ここで15だから1分っぽい。ほう。1分っぽいけどさ、でもさ、そうするとさ、うん。一周で7秒だったやつってさ、14秒だからさ、うん。0.25 とかなっちゃう。ちょっと、ええ、まだにするか。むずい。むずい。こんなのは解けない。ね、一番早いとか一番遅いとかじゃないんだね。ええ。いや。むずくねえな。むずーい。むずいね。とりあえずでも、白い時計も見たらわかるかも。うん、びっくりした。あ、ごめん。前の音がどう思った？やっちゃったよ、また。ピュ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 って言うから。これ何？癖になってんだ。朝のは。あ、こんな斜めだったっけ？なんか結構さ、いろんな数字めっちゃ斜めになってない？え、なんか変わってる感じしない？うん。おにょーん。ん？地下駅だ。うん。あ？うん。何？なんだ？なんだ？また。あいちゃんだ！また。何これ？なんか長い。え、初めて見た、ここ。ね、廊下？廊下だね。狭いよ。逃げらんないよ。え？あ、横いるくね？え、いる。見て。見ててても何も思いなくなっちゃったよ。あ、これ取れるんじゃない？それもこっちからは取れないから。ああ、反対側からか。やべえ、なに、え、牛小屋？ええー。ああ、一方通行。なんか落ちてる、ね、車。車だ。もうって言ってるかと思ったら、全然牛じゃなかった。なんか不思議だね。ねえ、なんか、お、開いてる。格下の部屋みたいな感じじゃない？ちょっとなんかやばい、闇深。おぉ、びっくりした。何いなかった？なんもない。なんもないの？なんか、何これ？え？バール？え？なんだこれ？これなんか、発砲するやつじゃないこれ。え？殺す器具？はっ、ちょっと。やばいじゃないですか。そうですよ。これ殺されちゃいます、前通ったら。いや、ギリ大丈夫。ギリ大丈夫。え？あ、ドキドキしてる？なんだ、足音かよ。すげえ。声はドキドキしてる。なんでびっくりした。超常現象が私たちを悩ませています。ん？それは私たちを一人ずつ殺しています。なんかカチカチしてる。カチカチしてるね。なんだろ、これ。理由は分かってると思う。指パッチンされてる。あ、もう手遊ばれてるじゃん。まだある。お、す。シャキンって言ったけど。お、時は来ました。なんで、急に時来ちゃうじゃん。八つの材料すべてを混合し、墓地のできるだけ近くで加熱しました。覚えておいてください。これは、あなたがケーキを焼く方法です。ミカ！ミカ！久しぶりに来たミカ！これ暗号では、これ。うまくて静か。これミカにさ、え、これたちミカなんじゃない、うん、あ、待って、これ秘密の材料あるやん。我が輩たち持ってる。え、これこれ、秘密の材料が入った小さな箱。墓地の近く。あ、でも、一応これさ、4つ持ってかなきゃいけないの、材料。すべてでもさ、うん。これ、4つ入ってないのかな。あー。え、なになになに、なんかガンガン言ってる。え、ゴンゴン言ってる。やばい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 。でも見つかったら殺される。冷蔵庫の中隠れようぜ。せへ？あと3つ？え、あと3つあんの。
いつも探すの。どこにあるんだろう。どこにあるんや。うわ、鏡に見えない自分。あ、鏡じゃないか、これ。これ拷問器具な。びっくりした。鏡かと思った。開けよう。ピッ！え？え？待って。こういうこと？ないね。遅かった、遅かったね。遅かったね、今。今やったらもしかしたら取れるかもしれない。これ絶対反射神経ゲームだって。マジか。これ、もしかしてさ、うん、砂ぼこしないと。どこだろう？そっち入り口だよね。うん。こっちから聞こえるけど。行こうぜ。あ、お、開いてる。どっか開いた？開いた。あ、ここが開いたのか。こんにちは。とりあえず確かめるね。とりあえず。お。ちょっと面白くなってきちゃったもん。反射神経。なんか寝てる、泣いてる。めっちゃ人いるくない？赤ちゃん、赤ちゃんがいる。これはひどい。これらのモンスター、私たちを檻の中に閉じ込め、そこで人々は私たちをメイドにし、私たちにそれらをマッサージするように強制します。どういうこと？どういうこと？私はここにそれを書き留めることさえ恐れています。どういうこと？どういうこと？モンスター。モンスターの世話をさせられてるってこと？ないよね、もう。ないね。なんかぐちゃぐちゃ言ってる。あ、待って。ドアあるし。血だ。食べてる、食べてる、食べてる、食べてる。食べてる。食べてるよ。一口ちょうだい。何も映ってなし。どう？何もなし。食ってんね。べ。食ってん。じゃあなんかいたんだ。ね。ここに。我々以外の獲物が。あ、ダメだ。コスミや。え、あのどんどんはじゃあさ、本当になんか獲物を探してたってこと？あー、危ね。獲物になるとこだったじゃん。ねえ、よかった。他にいて。これ何？お風呂？このお風呂が、なんか。なんで何このお風呂、ね、シュートされてる。ね。角に。なんでだよ。なんで？わかんない。お風呂？こっちのロックが開くようになったりするかな。普通に開かないわ。開かないね。何？お、開いてんじゃん。これはさっき言ったところ。あれ？うわまだ一匹も化け物捕まえられてねえな。ね、そうや、捕獲ゼロって出てんのちょっと。捕獲したらしたです、ちょっと。ね、捕獲したらどうなるのか見てみて。見てみたい。ゲットとか出てる。化け物ゲットだぜ。もしかして、帰れないやつだ。帰れないってことはここで何かやるんだ。さっきのくちゃくちゃのやつ終わったんじゃない？終わった？行ってみるか。おー、行きたくない。いるかな、まだいるかな。あ、行けるようになってるとかあるかな。え、どうだ、くちゃくちゃしてる、ぐちゃぐちゃしてる。あ、ちょっと開いてる。あ、ちょっと開いてる。招かれてる。え、なんかお風呂でそういう来たねえな。ちょっとお風呂で。私の声が聞こえますか？誰だよお前。無線つか、待って、汚ねえトイレ。マジ汚ねえ。汚くてもトイレ使うんや、作るんやね。なんかある。うん、お、あ、ピッキングできる。おお。我々の秘密道具？来た。どこ開けれんだ？わかんない。でもいっぱいドアあるよね。最初のドア開けられなかったよね。開けられなかった。え、ここ出そう。待ってーって。自分から端に行ってるやん。だって、だって見られないの。ちゃんと見て帰らないと帰れないよ。ここの扉とか負けられるようになるのかな、ロックで。開けられんじゃね？あ、開けられんよ。天才じゃん。何？え、超早くない？しかも。回答ってこと？ね。慣れてんな、これは。ピッキング。これ犯罪者だわ。白あった、白。白？本当？白。本当だ！ビデオテープ。帰れるよ。あそこ行かなきゃいけない。あ、いやでも、あ、いっぱいあるよ、ビデオ。ほら。テレビあるよ。ほんと、ないないない。あ、でも割れてる。割れてる。なんで割るんだよ。え、白のやつ見よう。はいや。はいや。はいや。1、2、3、4。あれ？ 4 秒。赤と変わらん。赤と一緒だ。1、2、3、4、5、6、7。7秒。7秒。全身7秒。
7秒。白と赤どっちが早いか微妙に分かんないね。うわあにゃー、白でも速さとか関係あんの？結局どうなんだろう、一周が何秒なのかとかが関係あんのかな。 あれが1分なのだとしたら、あ、同じ数字も入れれるのか。あ、そっか。あの？ここ入った？入った。すみません。似た、あ、違う、これ入ってない、入ってない。嘘？似たような風呂がありすぎて。なんだよ。わかんねえ。でも光ってる？光ってなかった。なんだ？黄色か紫がアイテムっぽいね、光ってるのは。あ、そうなんだ。ここはもう用なし？まあもう時計見えただけでもね、大収穫ですね。大収穫、大収穫。でも帰れねえんだよ。無理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 。え、もしかして今写真タイム？あ、写真タイムだったわ。ごめん。もうめちゃめちゃ逃してたけど、なんか黒い人来てたよ。コナンの犯人だ、コナンの犯人。え、コナンの犯人だとしたら大丈夫だったの？全然大丈夫だったよ。ちょっと結構モデルウォークだったし、しかも。え、ミカという女の子が。ミカ？ミカ？我々はミカじゃなかった。通風で朝、え、あ、帰ってくるって。帰ってくる？あ、開けちゃった。私はついに到着したのでとても幸せです。あ、なんかある？これ見れないか、ビデオテープ。さすがに。見れないね。なんかある？え、これなんか。何それ？あ、あ、これあれ。あ、パズモフォビアのやつ。そんで場所が特定のエリアでなる場合、そのエリアを離れる。おーい、危険信号のやつやん。危険信号を分からしてくれるじゃん。何これ、マッサージ機壊れてるだけ。あ、まだ扉ある。なんて書いてんの。あ、10だ。10、20のやつのついだね。あ、ロックされてる。これはダメなんだ。ピッキングでいねんだ。ピッキング、あ、待って、ピッキング終わった。あ、あるわ。え、あ、よ、できない、特別なところかもしれない。そうだね、帰るか。一応メモしとこう。10もあったよっていう。ありがとう。あーなんか殺された。え、ガチで言ってんの？え、わかんない、わかんない。え、なんかドンってされた。やられた。ま、今なんかキッて音聞こえた。あ、なにこれ。え、捕獲した、1になった。ほんとだ。え、なにこれ、今の何、どうして捕獲できたのかよくわかんないけど。え、取れて喜んでここにいるってこと？取れたら何？え、は、何？クマちゃん。あ、これどこ、これ取るとやられるってこと？何これ、生きて帰ってきた。実質キャプチャード、実績ロックした。取れたから。え、ここどこ、どこ、ここ分かんない、これどこ、え、どこどこ、え、全然知らない。なんか新しいステージに飛ばされたぞ。あ、でもこれ見たことない。これ確かに、これ見たことある。どこだっけ、なんだっけ。え、これ超初期じゃね、これ。うん、あれ、クマさんもいる。クマちゃん、まあ、もうゲットすると場所変わるの。なんかゲットしなきゃよかったって気持ちになるよね。あ、だってもうさ、でももしかしたらゲットしなかったらさ、ゲームオーバーかもしれなかったよ。あ、そうか。あ、これあれや、今のあの小屋のとこだ。あ、じゃあ全然 OK じゃん。なんでよかったよかった、あんま変わってないわ。なんだよ、前変わらずチカチカしてんのね。ね、えでもすぐ写真撮るのおもろすぎる。いけるじゃん、奥。撮るの下手っぴだった。え、奥もう行ったよね、でも。あ、でもここあれと、あ、そっか、帰れる。帰った、帰ろう。帰れるだっけ。帰ろうとしたら、来て、あれ撮ったんだよ。あ、開いてる、開いてる。あ、帰れる。帰れる。でも時計の謎を解かなくちゃいけない。ね。あ、ここは行き止まりなんだ。行き止まりだね。あ、じゃあ、なんだよ、じゃあ行けるようにすんだよ。本当だよ。いける風を装うなよ。マジだよ。え、あれをさ、うん、時計さ、でも一応さ、うん、整理したらできたりするかな。ちょっと情報整理してみますか。ね、ね、早そうな。え、急いでドックで私に会いに来てくれませんか。ドックって何？犬になるってこと？ね、ボンボン。結構クオリティ高い。コヨーテだからね。確かに。犬かなからね。確かに。何？取られない。みんなに負担かける。おい、俺置いていくの。マスターベッドルームでお待ちしております。待って、これ。物語が続いてるわ。今までの声と違くない？確かに。さようなら。
マスターベッドルームに来いって言ってる人と桟橋で早く来いって言ってる人がいる。え、絶対、うわ、どっちだ、どっちだ。待って、黒が、ちょっと待って、声もちょっと メモるわ。これ情報です、ありがとう。そう、ペンを出して、あ、ここにある、ごめんね、よいしょ。めちゃめちゃ目の前にあった。黒が一番遅いじゃん、うん、黒が一番遅いで、早いのは多分、うん、白が一番、あ、白はね、7秒だった。あ、一周か。そう、だから赤より白の方が、うん、早いかも。で、緑は半周7秒。7秒か。緑の方が遅い。うん、で、青か。青6秒。青6秒。うん。それで、一回やってみるか。OK。黒が1だから、1、2、3、4、5として、でもやった気がするな。3、4、うん、1、うん、2、5、うん、うん、で、赤と白逆にして、うん、3、5、1、2、うん、4、うん、違いました。違いますね。違いますね。わあ、うーん、なんだ、なんで黒が1なのか。黒を1、はっ、ん、あ、でも黒って半周何秒だっけ。黒がなんか1周1分っぽいんだよな。あー、なるほどね。1周1分の半分、うん、半分を2として、うん、から、ん？分からん。1分間で1周だから、うん、他のやつが1分間で何周するかじゃない？あー、あ、うん。でもわからない、算数できないわ、はい。緑と青はじゃあ同じぐらいかな。うん、6は10周して、10周してたな。6で10周がつか。なっちゃった。7だから、9周かな。7、緑と青は、うん。1周が14だから、うん、15とすると4周する。うん、9と4でやってみる？うん。4。あ、間違った。4、9、1、4、9。ん？あれ？じゃあ秒数間違えてるのかな？ね、8周の可能性があるね。うん。緑と青も微妙だったんだよな。うわぁ。もう、ストップウォッチという手を使うしかないか。また見に行くの、はい、めんどくさいよね。行っちゃったね、めんどくさいって言っちゃった。じゃあ、うん、これが3周すると考えて、うん、これが4周するってことにして、うん、これが5周す、これが6周、6周 ?6 周 ?6 周。そんなする、そんなする、うーん。考え、やってみよう。うん。4。5、うん、1、3、うん、6、うん、いかな。いやー、どうなんすかね。8、7、5、16、でもやっぱ8、9、9、7、63、吸収しそうだな、白。7ぐらいだったから。吸収は書く？な気がする。赤がだから8周ぐらいするとして、うん。青が、うん。青が半周7だもんね。うんうんうん。一周で数えてなくて半周で数えてるからさ、うん、微妙くさいのあるよね。微妙くさいね。14、14とすると15だから、うん。1234になるんだけど、緑と青を4でやってみよう。うん。4、8、1、4、9。うん、ちょっとごめん。緑はじゃあ3周するかな。
緑3周、20秒じゃない。緑は、なんか、3周として、うん、4、8、うん、1、3、うん、9。あれ？噛んじゃ無理かー。いやー。でもなんか白はなんか 7.5 だよとか言ってる人いたよ。なんか 7.5 だと、あれか、吸収しちゃダメだ。うん。8周にしとけば。じゃあ8、7にするか。うん。赤と白を。そう。じゃあ3、4にして、うん。4、うん。7、うん。1、3、8。あー、違うんだ。ってことは、うん、両方4とする。4、うん、8、1、4、8。うわー、むずい。とりあえず、まあ、白はいいとして8で、うん、今、微妙な数のとこだけ見に行くかね。でも全部なんか微妙な感じするな。待って。こっちを両方読んで7、8でやるのもやってみるね。うん。4、7、うん、1、4、8。おっ、吐いたー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 、吐いちゃったー、吐いたー、吐いちゃったー。やっぱ緑と青が同じなんだ、速さ。はい。はにゃー。同じ数字入れてもいいっていう。固定概念ぶっ壊しておいてよかったね。ぶっ壊しておいたね、よかったね。開いたわ。開いた。すげえ、ラップちゃん。あ、写真撮れてるよ。嘘。え、でも撮れてないわ。なんだ。なんかいた？え、なんかこう、わーんみたいな音聞こえただけだったな。すげえ、音聞こえただけか。ね。なんだよ、何も現れてねえじゃねえかよ。なんや。え、でも4の扉開けに行く？ボート見に行く？とりあえずボート見に行く。え、でも4の扉どうする？4の、でも死の扉って縁起悪くね。確かに。うん、ボート行こうよ。でも4の扉ってさ、一番最初のとこだったよね。ああ、確かに。行きやすいっちゃ行きやすいから。え、どうしよう、行ってから船行こう。船行くか。今船だってさ、爆弾、これ爆弾どうすんの？爆弾、それ本当に爆弾なのかな。知らん、怪しいよね。うん、絶対とりあえず船行った方がいいって。船見に行く。うん、船のついでに陽見に行こうぜ。あ、ボート見たらルート確定しそうって言ってる。え、じゃあ絶対4開けてから行こう。じゃあ4行こう。うん、なんか FPS がなんか60じゃなくなってる。ほら、うん、なんか上がったり下がったりしてる。うん、なんか危ないんじゃない。やばそう。なんだ、60FPS 限界かと思ったわ。64まで上がれた。え、すごい。あ、固定された。あれ？え、さっきの、さっきのとこなんかいるんじゃないじゃん。え、また狂い始めた。え、あれ？小百合が毒と狂わなくなる。どういうことやねん。なんや、連動しとるんか。お、なんか、さっきの人か。びっくりした。お、なんか、とか言って。ごめんって今、我が輩が何も言わなかったら気づかなかった。幸せなままだった。気づいた、大丈夫、気づく。あれは気づくよ。あれ？どこ入り口？あ、ここか。はは、忘れた。あ、EM、そっか、EMF リーダーの PPB ってのがあるから、うん。あれが鳴ったら、どうすんの？写真撮ればいい。写真撮るの？それか、その場から離れる。離れるの？どっちなの？どっちが正解なんだろうね。いや、でもその場から離れてもさ、追いかけられたら悪くないか。え、そうだよね。ね。4の扉どこだ？とりあえず写真撮ればいいよね。写真撮ろう。なんか変な扉どこだっけ？これラジオもんと。ラジオか。あ、こっちだ。あの奥か？あの奥やん。開けちゃうよ。これで屋上行けんじゃない？ああ、確かに。ある。え、どうすんの？ちょっと屋上行くか船行くか決めなきゃ。なんか。え、屋上行こうよ。燃やした方が絶対いいって。苦労して手に入れた。燃やしたい人やん。ちゃんと開くね。開くね。ピピピピピって言ったら絶対カメラね、はい。クリアリング。はい、お願いします。あ、やば、赤いわ、なんか右側。バイ。え、なんか赤いわ。まあまあ、異変はないね、異変はない。急に来るからな。あ、なんかある。ああ
かっこいい。ホットレッド、ちょっと待って。ん？ハットレッド。かっこよすぎだろこれ。ラプちゃん好きそう。うん、大好き。ディサイア。気持ちいい。ディサイア。ディサイアやばい。ディサイアやべえ。サード、サファリング。かっこよ。かっこよ。ホープ。え、希望。え、希望。あれ何？ペイン、痛み。うえ、かっこいい。ラブ。やばいやばいやば。トレイしてたしね。いいじゃん。ブタン、あれ、ここが開いてる。私の仕事は終わりました。聖十字架が効く。それでは全てを地獄で燃やしてください。心の底。あ、お、あ、お、あ、燃やせるっぽいぞ。燃やせる、ついに。でもここ屋上ではなくない？え、なんかどうなんすか、どうなんすか、どうなんすか。あ、いい、あ、6、えー、これ開けるのは屋上いけねえのかよ。しかもここは全然屋上じゃないな。確かに天井があるから。なんでめっちゃかっこいい魔法陣見せられただけじゃねえかよ。立ってみる真ん中。あ、確かに。お願いします。うん、何もないね。何もないね。ただ床に書かれた落書きというわけ。ただ中二な自分を信じただけであった。もう一個ある、いけるとこ。何これ。あ、何もねえわ。飾りだわ、飾り。え、飾り？飾りだ。そんなことある？あ、お、あ、あ、あった。なんだこれ。あ、あ、全部揃った！やったー！ケーキをやるのは難しくありません。必要なのは鍋、非常に塩辛い水。やんだ、そんなケーキ。うわー、これは材料集めてこなきゃ。一個しかないよ？うわー。鍋、非常に塩辛い。あ、プール。でも海の方がいいんじゃない？あ、でもボート見えちゃうよ。確かに。うん。しかもコップとかないよね。ああ、確かに。そして熱。あー、でも海か。海行く？もうボート行っちゃおうぜ。行っても死んだら死んだか。うん。絶対生き残れるよ。行けない、行くか。やっぱね、海は我らの父。帰るところなんだ。そうだ。あと3個ある、この枠が。え、結構頑張ってフラグ回収したくね？ね、スターっぽい。あ、ビデオ見てね。あ、確かにビデオ見るか。あ、わ、ビデオ見に行かなきゃいけねえんだ。ビデオどこやっけね。うわ、忘れた。すぐ忘れる。マジで忘れた。なんか2階だった気がする。え、2階だっけ？この枠じゃなかった？もう分かんなくなっちゃった。この枠だよ、この枠。あ、2個目の扉だっけ？うん。な気がする。おじさんのさ。あ、そうだそうだ、じゃなかった。そうだよ、階段で帰ってきてさ。そうだ、なんもねえじゃねえかってイライラしながら帰ってくるんだ、いつも。そうそう、あのおじさんはいつでも動かないんやつって帰ってきたところ、ね、狙われるよ。やだ。はっはっは、はっはやだ、まね、はっや、やだ。よし、見よう。ゴー。見るのはラプちゃんの仕事。なんでだよ。うん、お、どこだ、どこだ。うわ、なんか石化してる？そうや、なんか。なんかまだいるじゃん。結構目あって合わせてくるよ、これ。やだ、見ないで。え、なんかゾンビ化してるっぽい、なんか。え、じゃあ、眼球が白くなってる、眼球が。アンブレラのあれじゃん。絶対アンブレラ社のせいだよ。なんだ、バイオハザードか。うん、まだいく。なんでよ、ブーっていうの終わったから終わったかと思ってた。何今の何だったの？ゾンビっぽかったけどね。あれ見たところでどうなるってんの？ね、何もフラグないし、もう回収するもの何もないね。全部行ったよね。うん、だからもう上の方上がっていくし、こっから行く屋上かボート行くかによって増えるもの違うのかな。かな、どうなんすか、どうなんすか、どうする、ラプちゃん。行く？え、ちょっとさ、やっぱりさ、うん、決めてよ、博士が。え？じゃあもう海行こう。じゃあ海行くか。海行こう。海行っちゃおう。え、ドキドキする。ドキドキする。塩辛い水もさ、海っぽいからさ。確かに。ついでに回収してくればいいよね、なんかあったら、ね。逃げてくればいいんだよ。そう、コップとかないけど。うん、ね、写真撮れば逃げてこれるのが分かったじゃん。確かに。あ、そっか、あれ写真を撮ったことで、逃げられたってことになるのか。そうだよ。一大事をさ、これ絶対塩辛くないやろ。ないか。うん。塩じゃなくてあれか。毒臭いだけじゃない。塩素か。うん。
水臭い感じかも。じゃあ海行こう。くぞ。マジでラプちゃんのメンタルどうなってんのって言われてる。嘘。いやでも今のはゾンビでしょ。なんかね、ちょっと見たけど、うん、なんか固まってたもんね。うん。顔とか。ここやだ。絶対ね、ゾンビだよ。あ、出た出た。足だけ、足だけ。足はね、もうあるって分かってるから。美脚。細かったね、結構ね。ね、ペース変わらないな。ね、こう来るときガタ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 。ああ、確かに、ペース。全然変わってねえな。海行こう。海の声が聞きたくて。二人ともそこへしかわかんない、これ。舐めんな。え、いける？無理。おいおいおい。舐めるわ、じゃあ。やめてください。海結構遠くね？うん、もうちょっとだよ。ここ何度も歩いたから覚えて。あ、久しぶり。あ、海見えてきた。海見えたん。綺麗ですね。ボートは？え？あ、あ。待って。ねえ。まだ。ま、全然まだ、全然まだだった。あ、ない。あ、詐欺られた。ないよ。詐欺られたんや。詐欺や。後ろ振り返ったら、斧持った男の人が追いかけてきて。いそう。捕獲する？うん、捕獲しよう。捕獲準備。なんもねえじゃん。なんもねえじゃん。もっと先まで行かないといけないんじゃないの。マジ？もう行けないの、それ以上。なんもねえじゃん。なんもねえじゃん。何のために来させられたの？おい、なんもないやん。なんねえじゃん。あんまふざけんねん。ふざけんねん。え、おい。しかも、水も取れねえじゃん。おい。水取りに来たの、何のために来たと思ってんだよ。確かにさっきさ、行けなくなったっていう通信来てたよね。いや、マジでね。あれ、ほんとそういうことだったんだね。結局、屋上行くしかねえのかよ。え、で、海水どうすんの？海水なんかさ、コップとか手に入れたらさ、うん。ゲットできんのかなぁ。へぇ。またここまで来なきゃいけないってことだよ。くわー。長い道のね。入れ物が必要なんだ。じゃない、わかんないけど。こん中入れちゃえばいいのにね。もう手ですくいよ、水ぐらい。ずっと、びちょびちょだよ、手が。塩辛い水なの。手のペペってやればいいやん。ペペペペペペペ。ペペペペ。口に含もう。きたね。鍋。鍋もあった鍋なんて。いっぱいありすぎてなかったよね。ね、なんか取れる鍋がなかったよね。ね。4の部屋もう一回行ってみる？行きますか。行きますか。あ、出た出た出た。出た出た。本当に美脚やな。ね、美脚よね。ね。てかさ、首吊りってさ、うん、吊るとさ、体の中のさ、体液とかが全部出る。うんうん。からさ、あんな綺麗には首吊りできないんだよ、ね。そうだよね。え、なんかさ、飛び降り自殺とかのやつもさ、うん、あの描写あるけどさ、もっとトマトみたいになるよなと思ってさ。そう、ぐしゃーって、ね、なるよね。だからありえないなと思って見てるわ。そうそうそう。水死体とかもさ、もっとブヨブヨなのになと。うんうん、ぐしゃ。ドライヤー、ドライヤー。ドライヤーか。うん。ドライヤーだとしても嫌だな。誰かがドライヤー使ってると誰よ。確かに。なるよね。誰よ血だなぁ、相変わらず。ここ読んだったよね。うん。もう一回見てみよう。なんかヒントが。鍋あるかなぁ。あるかなぁ。鍋なんてなかったよ。暗くなった。まあ、ここに鍋あるわけない。あ、中華から取んない。やっぱキッチン行く？キッチンあったっけ？え、キッチンある？おじさんがいるところキッチンじゃないのあれ。え、あれキッチン。あー、うん。4つの四角い鍵ついた。あ、そう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 。あそこか。あそこキッチンっぽいけどなぁ。どうなんすか？どっちだっけ？あれか。うん。奥や。奥や。奥ですね。鍋！でもなんか、選べるのはもともとはなかったけど、今こうして必要になったら出てきてくる。フラグ回収をして。うん。ここだっけ？後に。あ、ここや。ん？なんか椅子上に乗ってんだけど。変わっちゃった？ね、変わっちゃった。変わっちゃったじゃん。これは選べない。違うか。キッチン？なっちゃうか。メインベッドルームの存在忘れてたわ。あ、そういえば。メインベッドルームってどこ？マジでよくわからん。鍋とかなくね？ないわ。へぇ。
メインベッドルームってどこだっけ。マジでわからん。それ最初から乗ってるんよ、あれ。椅子最初から乗ってたらしいです。おじさんいなくなってるかね。マスターベッドルーム、どこ。SM プレイのとこはマスターっていうほどの大きさじゃなかったよね。ね、なんか3つぐらいベッドあったとこなかったっけ。え、それはなんかさ、あれでしょ、あのぐちゃぐちゃ食ってたとこでしょ。あ、そうそうそう。あれでもさ、赤ちゃんがいたし、あのボロ屋の方だよ。確かに。2階行く？上か。もう一回全部見た方が良さそう。やだー。なんか、どかしちゃうかな。やだー。やだー。無理ー。無理ー。はい、出た？取れてない。あ、鳴ってる。キーキー鳴ってるわ。離れた方がいい。いいですわって言って。離れなかった。力抜けちゃって、マウス落としそうになって。マウス引っ張っちゃった。え、マスターベッドルームじゃに右なんじゃない？その辺、その辺ないじゃん。あ、ウィーこっちですよって言ってる。あえ、逆張りやん、その右行くの、それで。それで右行くのは逆張りですよ。ここ？こっち？あ、お、行くなって言ってる。行くなって言ってる。どうすんの？どうする？どうする？これどうすんの？これ。でも行くしかないじゃん。どうすんの？どうすんの？え、どうすんの？どうすんの？ねえ。ねえ。どっちどっち、ロープちゃん決めて、俺は。行けよ、じゃあ。行く？こっち行けよ。ベイベイ。お、いるいる。入ってないの。もっと中入ってやんなきゃ。あ、拳銃。あ、待って。シミュレーター、シミュレーター、シミュレーター。スリー。お？三つの魂が必要だったんだ。おいおいおい、我が輩たちを欲しがってるね。欲しがってんね。え、ちょっと左がミカじゃないこれ。ぽい。ね、左がミカで右がなんで写真撮るねん。でなんかこれ写真撮れば逃げられるって言ってたから。あ、確かに。ちょ、これが私の家族との出会いの鍵だと言われ続けています。これを終える時が来ました。これは私が選んだ。これ自分で死ねって言われてんじゃん。これ終わったやん。もうこれバッドエンドってことじゃない。もうバッドエンド。え、ちょっと死体だけ見よう。勝手に見て。え、おお。どうですか。あ、なんか斧で切られたみたいになってね。自分でやってないんだ。右はどうなの。これ男性の方なのか女性の方なのか。微妙にわからないけど。でもめちゃくちゃ美脚やね。めちゃめちゃ美脚やね。座れて。あ、座れるよ。死ぬー。いや、まだ可能性は残ってる。写真を撮るんだ。あ、まだね。写真を撮ればいける。写真撮れない、もう効かないよ。娘たち。ガチか。え、もうだから洗脳されてたってこと？え、少しずつ。ガチか。だってなんかさ。力は強すぎて濃く。うわー、ガチかー。バッドエンドだー。こんな頑張ったのにー。うわー、うわー。メインベッドルームとか言ったやつ許せねえ。許せねえな。許せねえわ、お前。ここベッドルームじゃねえじゃん。こっちだよって言ってた。どんな相手をこうしようとしても銃を頭に届き、旅を終えます。死んだ。いや、なんで？終わり。終わったんだが。丸がついてるー。終わり。終止符。終止符。あ、なんか十字架とか言ってたね。あー、言ってた。チン。何、やめろ、その。その交換をやめろ。や、焼きたてですみたいな。めちゃめちゃやってるよ。ほんとだ。え、ちょ、ちょ、イースターエッグとか何？イースターエッグなんてあった？おい。うわ、バッテンの踏んじゃった。これち、途中からできないの？これね、セーブないゲームなんだよ。エッグ。エッグエンディングだ。4つあるよ。エンディング始まった。うわぁ。我々は、勝てなかった。勝てなかったということで、二人もいたのに。うん。裏を見ようとするじゃん。すいません。すごかったから。エンディング4つあんの？めちゃめちゃあるじゃん。セーブないの。すごいね。もう一回最初からやってくださいってことだ。うわぁ、にゃーRTA ちょっといけるようなさ、うん、量じゃなくない？てか多分博士のホラーゲーム RTA は RTA じゃないと思う。あ、でも、うん、1回起きたことは、うん、こう目をつぶれるから。ラプちゃん次第やな。嘘。
我輩ゲロ吐いちゃうよ。じゃあやめよう。ゲロ吐いちゃうよ。じゃあやめよう。だってこれ本当に最初からでしょ。ん、継続する。これね、最初に出てきた注意事項。うそー、うわー、途中からやれんな。まで、あ、いけたけど、ん、セーブゲーム機能が含まれてます。あ、でも4の部屋には最初にすぐ行けるけど、でもでもね、でも他が必要だもんね。おい、2回目なら我が輩目閉じるよ。なんや、でも我々は勝てなかった、うん、いやでも部屋に、うん、気合さえあればいけてた。いけてた、惜しかったよ。いや、あれさ、あの矢印のもっとなんか左のさ、ツールあったじゃん。うん、まっすぐ突き進んでたらさ、うん、メインベッドルームだったのかな。メインベッドルームどこにあんの。マジでメインベッドルームわからん。メイン、でもなんかさ、でかいさ、うん、ベッドあったのはなんかちょっとやらしいとか言ってた。あー、ちょ、エッチって言ってたわ。エッチって言ってたのどこだっけ。でもそんな忘れた。手前だったよね。結構すぐな感じだった気がする、ね、マスメインじゃないって、うん、マスターベッドルーム。お、どんどんってされた。うん、もう慣れちゃった。どんどんされた。いや、ちょっと悔しいけども。本当だ、すごい。これちゃんと後ろからどんどんされてるな。ね、そう、ちゃんとこれ ASMR なんだよ。すごい。あの、ラプちゃん知ってました？我々、うん、あの、タイマンコラボ ASMR 以来です。嘘、ガチで。そんな感じしないよね。ね。ね、なんか話したりとかご飯したりとかしてるからさ。ね、いや、でもなんか、普段ね、うん、遊ぶから、うん、まずコラボしようとかさ、うん、言うの忘れてた。忘れてた。これ、うん、実はなんか2ヶ月前ぐらいにね、うん、なんかこれが流行ってた時に、うん、いつかちょっとやろうよみたいな言ってそのままになってて、うん、なってたね。そう、急遽決めたんですけど、その節は、その節はお互いに忙しかったということで、うん、いや、楽しかったわ。でもちょっと声は全然頭働いてなくて、ね、ごめんだったけど。いや、我が輩も後半から気持ち悪すぎてマジでゲロ垂れ抜きしちゃった。いや、ありがとうね。いや、全然大丈夫だわ。いや、ま、でもなんかラプちゃんとだったらいけそうな気がした。ほんと？そう、今日のもし和製ホラーだね、次は。和製ホラー以外で、うん、以外で和製はもし全然和製はダメなんだよ。和製はあの、ほんとトラウマになっちゃうから。そうなの。そう、トラウマにならない系のホラーだったら、オフコラボで隣にラプちゃんがいればできる説検証。まあ、しゃあねえな、いてやってもええわ。え、ほんと？楽しかったな。あんま本当に脅かさないでくれたし、ありがとう。そう、意外に優しいでしょ。優しい、まあ、意外っていうか、まあ、優しいんだけど。ありがとう。よかったよ。あ、まあ、ビビっとるやん。ちょっと、いや、ビビっとるやん。時間が空いたら怖かった。食いに来たね。食いに来ると怖いな。うん。いいよ。また、うん、やりましょう。よろしくて。これをちょっとリベンジするかがね、うん、悔やまれますけど。これ、エンド見たいわ。エンド見たい。どうなんだろうと思って。クリアしたくなるよね。うん、あ、博士一人でやるなら全然。やだ。見ま、え、早っ。早っ。本当にやだ。やだ。え、ちょっと、え、もう一回またやるよ。いい、改めて。いいよ。クリア行く回。クリア、そんなにこれにかけるんかって感じだけど。もしかしたらやる。超気に入ってるじゃん、このゲーム。え、だってなんかさ、もやもやしない？え、もやもやする。でもこのエンドも見れてよかったよね、なんかね。うん、3になってるみたいな。ね。結局なんかちょっと儀式的だったね。ね。あの、でもあの、うん。中人マーク。かっこよかったね。あれ使ってるとこ見たいもんね。あれマジかっこよかったね。いや、ちょっとまたやろう。OK よ。うん。OK、うん。次はクリア目指し RTA 頑張ります。うん、もう速攻ね。うん。もう何にも突っ込まないわ、我輩は。え、てかさ、あのさ、次さ、ラプちゃんが操作して、うん、ラプちゃんのゲロでやる。出ちゃう。あ、そっかそっかそっか。そっかそう、そっか、じゃあこよりがやるわ。30分でできるならいける気がして。でもRTA 40分らしいよ。あ、40分か。でも RTA さ、ガチでやってる人じゃん、それ。うん、我が輩のような若輩者がやったら絶対1時間半とかかかる。かかるね。かかるね。じゃあこよが操作するわ。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあまた遊ぼう。これだけじゃなくてまた遊ぼう。よろしくてよ。この後ちょっと梅酒飲もう。あ、そうだね。終わってから。じゃあありがとうございました、みんな。みんなバイバイ。ありがとう。あの、概要欄にラップちゃんのね、チャンネルもあるので、二人ともチャンネル登録よろしくお願いしまーす。ありがとう。ありがとう。じゃあ、また明日。おつ、ラップこよ。
うちらっぽよ。せーの、アンチラップ。バイバイ。何回も見ればいいじゃん。最後めっちゃ見に来て、もう全部配信見て、この最後のエンディングでうおーかわいい盛り上がりやな。エンディングは録音だから、いつ見ても同じか、アーカイブで見ればいいんや。いや、その1日1回のね、このまた見に来てねかけてからでは、渾身のガクちゃんのコヨのエンディングのモノマネまで、3、2、1、また